が認める切れ味鋭い実力派漫才ラバーズかまいたち。はい、ちょっとお腹痛くなってね、トイレ行って、はい、こう個室に入ろうとした瞬間に、うん、こう誰か別の人がこうトイレ入ってきて、うん、でももうこっちは入りかけてるからそのまま入るやんか、うん、で誰が入ってきたか分からへんけど向こうはこう進行方向でこうしてるから、うん、誰が入ったか分かってる可能性が高いわけで、その状態で自分が入った個室の横にその人が入ってきたら、こっちは誰が隣に入ってきたか分かれへんけど、うん、隣の人はこっちに誰が入ってきてるか分かってるわけやんか。で、その状態でお互いにおならをしたら、こっちは誰がおならしたか分かれへんけど、こっちは誰がおならしたか分かっちゃう状態、うん、これってフェアじゃないよね。何の話してんの？何の話してんの？俺は誰が入ってきたか分かれへんけど、こっちの人は俺が入ってるって分かってるわけやんか。じゃあこっちの人はどんなおならしようが、俺は誰がどんなおならしたか分かれへんや。でも俺が些細なおならをしても、こっちの人は山内が些細なおならしたって分かってしまう状態、これってフェアじゃないんですよ。ね、で、何なんそのフェアじゃないよねっていう言い方。いや、何の話してんの？この状態が許されへんくて。いや、別に便所やねんからフェアもフェアじゃないもん、何もないやんか、うん、本来ないはずやねん、うん、で、本来便所っていうのは自由でないとあかんはずやんか。自由やん、別に。それやのにこういう状態になったことによって、こっちは全力で気張ることをちょっと躊躇しちゃうわけ。全気場がね、前期はしにくい状態になってる。こっちは、片やこっちは前期はしやすい状態になってる。これってね、フェアじゃないの。フェアじゃないの。フェアじゃないよね、じゃないの。もう誰もこんな細かいこと気にしてへんし、もう誰か入ってきた時点で、うん、お前が一回向こうの顔確認して入ったらええやん。ほんならお互いが認識し合った状態ねんから、これフェアや、うん、いや、それフェアじゃないや。だって俺は本来取るはずの行動じゃないことをこう取ってるわけやんか。第三者が入ってきたことによってね。ってことはもうずるいやん。フェアじゃないやん。じゃんけんで言ったら、それ2回出してるようなもんやから。チャンスが2回あったようなもんやから。ちょっとじゃんけんしてみて。じゃんけん、ほい、ほい、みたいな。こう、負けて2回チャンスがあったら、これはもうフェアじゃないの。負けてた。お互い2回にしないと、土台が変わってくるから。いや、もうこんなこと誰も考えてへんから、うん、もうトイレ入ったらもう全力で気張ったらええのよ。どんな音が鳴ろうが、なんやったらもう向こうが入ってきた時点で向こうが終わるまで我慢したらええやん。我慢して向こうが終わって出て行ってから思いっきりやったらええやん、うん、なんで俺が待たなあかんねん。俺先行や、先行高校で言ったら先行やんな。いや、先行も高校もあらへんやん、こんな話に。なんで先行が後攻めになってんの。ほんでもっと言えば、俺なんでようわからんやつの塀待たなあかんねん。なめんなよ。なあ、俺が後から入ってきたようわからんやつの塀をじーっと待って、痛いのじーっと待って、向こうの塀がスタートの合図みたいになって、俺そんなに下の人間か。なめんなよ。わけわからんやつの塀待たせて、なんで待たなあかんねん。こっちが上も下もないから。いや、待ってるやんけ。いや、だから、ま、お前が嫌やから待ったらええやんって言っただけや。いや、待ったらええやんじゃないですか。おかしいやん。ほんで向こうも同じ作戦取った。どうすんの、相手がしてからしようってなったら、カウンターの取り合いみたいになって、めちゃくちゃ静かな空気がトイレに流れるで。いや、ええやん、もうそれはそれでも。ほんで、お互いなんか待ってるなっていうのが分かるから、へのハードルがどんどん上がっていって、こいつどんな兵士おんねんやろってなって、ならへんって。待ったあげく一発目が、みたいやったら、一発目がそれかいってなるやん。で、二発目でブーって聞こえた。二発目でブーバーイって隣から聞こえてくる。何の話してんねん、お前ずっと。わけのわからん。そんな状況許されへんから。フェアもフェアじゃないもんないっつってるやんけ。あんな、あんな、いや、あんな、あんな、フェアじゃないのがな、あるから言うてねやんか。なかったらな、こんな話。
してへねえ。何やねんその喋り方。人と熊のプーさんの間みたいな喋り方。フェアな状態でしたいねやんか。ほんでその状態になったら蜂蜜舐めたの。何が言いたいねん結局お前。恥ずかしいんか、なんなん。フェアなのかフェアじゃないなのかを言いたいのか、うん、おならの音聞かれるのが嫌なのか、何が言いたいの。おならの音聞かれるのが恥ずかしい。気持ち悪いね。もうええわ。どうもでした。ですよ本当にね、ネタまで選んでいただいてね、はい、もうね、もう皆さん知ってるネタかもしれませんけどもね、はい、全力で2013年の最後を締めくくるんですから、はい、そうです、みんな全力でね、はい、全力でやりますから。やりますよ。このネタ見たことあるなとか、はい、ね、なんかこうな、はい、まあまあ知ってるけどなとかいう全部忘れていただいてね、はい、鼻の底からね笑っていただいてほしいなと、はい、ただ僕らはその中でも見たことない。長いな最初の、ね、最初の感じが。この間めちゃめちゃ怖い体験しましてね。急やね。急にネタ入ったね。なんなん、ね、めちゃめちゃ怖い体験したんですよ。お化け系か。お化け系なんですよね。お化け系。何やそのお化け系っていうの。ガッツポーズがちっこいねん、なんか、うん、丸まってんの。俺怖い話好きやからちょっとテンション上がってもう。あ、そう、うん、俺この間ね怖い体験したんですよね。どんな話。この間ね、あの久々に地元の友達の家に遊びに行ったんですよね、うん、もう怖いよ。何が怖いねお前。何も怖いことあれへんから今。友達ってどんな友達。それはね、あの中学校の時の友達でね、あの、うん、見た目がねこうお相撲さんぐらいカッと太ってるんですけどね、名前が高橋ってやつなんですよね。なんていう名前でお相撲さんをしてんの、うん、いやお相撲さんじゃないよ。いやお相撲さんぐらい太ってるだけでお相撲さんじゃないから。うん、俺が聞いてんのは、うん、だから何の海とか何の山で、うん、いやお相撲さんじゃないよって。お相撲さんじゃないよ。地元の友達の高橋。見た目がお相撲さんぐらいだと思って。まだ勝ち越ししてないからお相撲さん。いや、お相撲さんじゃないねん。まだあの人勝ち越ししてないから一人前のお相撲さんじゃないとかじゃないねん。お相撲さんじゃないねん。アマチュアのお相撲さん。お相撲さんじゃないねん。あの子毎日頑張って稽古してやるけど、まだアマチュアから本物のお相撲さんじゃない。じゃないね。お相撲さんじゃないねん。ね、取り組みとかをしてないからね。休場中。お相撲さんじゃないねん。あの人毎場所毎場所優勝していつもはお相撲さんやけど、今場所休場してるからお相撲さんじゃない。じゃないね。お相撲さんじゃないねん。お相撲さんじゃないね。ほんでちょっとあの飯食うでいけって鍋作ってくれたんですよね。ちゃんこ。お相撲さんじゃないねん。え、ちゃんこ鍋。おかみさんが作ってくれたちゃんこ鍋とかじゃないねんか。部屋には所属してないよ。お相撲さんじゃないねん。お相撲さんじゃないね。あの人まだ部屋所属してへんから、ほんならフリーのお相撲さんか。いや、フリーのお相撲さんなんか聞いたことないから、お相撲さんじゃないじゃないの。お相撲さんじゃない。お相撲さんじゃないねん。やめて、今はちゃんこ屋をしてる。お相撲さんじゃないの。もともとお相撲さんやったけど、その知識を生かして今はちゃんこ屋のオーナーになりました。だから元お相撲さん、今お相撲さんじゃないじゃないの。お相撲さんじゃない。お相撲さんじゃないの。でね、時間も遅なっていたからね、あのちょっと寝ていけやって部屋に布団を引いてくれたんですよね。部屋。お相撲さんじゃないねん。いや、部屋、相撲部屋じゃない。高砂部屋。相撲部屋じゃない。高砂部屋。高橋の部屋。俺の地元の友達の高橋の部屋。お相撲さんじゃない。ちょ、これ以上説明しようないから聞いといてな。お相撲さんじゃない。ない、わかった。お相撲さんじゃない。ほんで寝てたらね、夜中寒気してパッと目開けたんですよ。僕の枕元にね、白い着物着た女の人が立ってたんですよね。で、その、どんぐらい白かった。え、いや、その着物はどんぐらい白かったの。これお豆腐ぐらい白かったよ。お醤油かけた。お豆腐ちゃうねん。なんでそっちグッと引っ張られるの。お豆腐じゃないねん。ネギが乗ってなかったか。お豆腐じゃないねん。ネギ乗ってないから、ひらこじゃないから、お豆腐じゃないじゃない、お豆腐じゃないの。お豆腐じゃない。もめん。お豆腐じゃないね。俺昼間豆腐好きやから、もめん豆腐嫌いで、お豆腐じゃないじゃない、お豆腐じゃないねん。ね、でその女の人の面のとこ見たらね、ボコン腫れてあるんですよね。どんぐらい。言わへん言わへん。ほんでね、その面、想像したいから、バーッと近づいて殴られた。ボクサーぐらいか、ね、その女の人の。ボクサーぐらいか。言わへん言わへん。ボクサーぐらいか。言わへん言わへん。ボクサーぐらいか。ボクサーぐらいや。ほんならムキムキやった。そうなるやろお前。そうなるからじゃない。ボクサーじゃないねん。素人を殴ったからボクサー。ボクサーじゃないね。もともとボクサーやったから素人に出ないしたから、ボクサーライセンス剥奪されたからボクサーじゃないじゃない。ボクサーじゃないね。今は会長って呼ばれてる。ボクサーじゃないね。もともとボクサーやったら自分でジム開いたから会長じゃない。めっちゃ会長が来てくれから、ボクサーじゃないね。ほら、お相撲さん。お相撲さんは高橋や。あ、高橋。高橋お相撲さんじゃないね。高橋お相撲さんじゃないんじゃない。じゃないんじゃないんじゃないね。じゃないんじゃないんじゃないんじゃないね。じゃないんじゃないんじゃない。何言うとるん。お前がおかしいよ、さっきから。結局誰がお相撲さんや。お相撲さんなんか一人もいてないねん。一人もいてない。一人もいてないよ。じゃあ俺が今まで見てきたお相撲。そういう意味じゃないの。そういう意味じゃないの。怖い話、そういうことじゃないの。じゃなくて、キャー。怖かった。
天麺もへはどうでした。いやーごめんなさい、ね、それ手術するのを怖がってる子供のところにね、うん、その子供の憧れの有名人の人が急にやってきて、憧れの有名人、その子供をなんか勇気づけてあげるシーンだ。あ、たまに見ますね、なんかね、手術怖くないから頑張りなよみたいな、ね、そうそうそう、あのシーンな感動的でいいなと思って、感動しますね。嫌だ嫌だ、僕絶対手術なんかしたくないよ、嫌だ。ガチャはっ、おじさんは、そうだよ、同じ病室に入院している田中だよ。嬉しないわ、嬉しないわ、病人やろ。ほら早く良くなるといい。お前やわ。違う違う、普通プロ野球選手とかやから。あ、そういう人だ。嬉しないから病人はな。嫌だガチャはっ、おじさんは、そうだよ、読売巨人軍のすごい大ファンだよ。嬉しないわ、嬉しないわ、さっきから。来年こそは巨人が日本一になるといいね。まあ、大阪でようそんなこと言うたな。どういう神経してんねん。誰が、じゃあもう選手やろ、選手が来てん。嫌だガチャはっ、おじさんは、そうだよ、阪神タイガース。あ、合わせてきたんやね。山内だよ。嬉しい、なんでおじさんが僕の病室にいるの。実は君のお母さんに息子を励ましてほしいと頼まれてね。お母さんが頼んでくれたんでありがとう。これは言わなくていいことかもしれないが、うん、君のお母さんは床に頭をこすりつけて、もう言わんで母親のそんなん聞いたないから、そんなん言わんでええねん。聞くところによると君は手術を受けるのを怖がってるそうだね。やだよ、僕手術怖いから。大丈夫、君の手術の成功確率は 80% もあるそうだ、うん、20% しか失敗しない。10人に2人が失敗、つまり5人に1人が失敗する。そう考えると結構危ないんだよ。なんだよこれ。何しに来てん、勇気づけなあかんのに。結構危ない手術じゃないね。やっぱり僕手術なんかしたくないよ。じゃあこういうのはどうだい。何、おじさんが次の試合で君のために必ずホームランを打つ。本当に。そしたら、うん、おじさんの打率は上がり、人気も上がり、 CM の話とかも来るかもしれない。おじさんの夢は広がるばかりなんだよ。でもお前の夢知らんわ。俺勇気づけなあかんねんから。ああ、夢は広がるな。ホームラン打ってんの、おじさん。え、絶対打ってよ。あ、打つよ。手術するから。ホームラン打つよ。絶対ホームラン打ってんの、おじさん。あ、打つ絶対だよ。あ、打つから。絶対ホームラン打ってよ。あ、任せろ。打ってんの、おじさん。てか、絶対だよ。絶対ってか、絶対だよ、おじさん。チャンスがあったら、お母さん絶対打ってくれるって。お母さん、絶対ホームラン打って。絶対ではないんです、お母さん。絶対ホームラン打って。あの、打てるチャンスがあったら打つという。絶対ホームラン打ってよ。おい、絶対とかないよ。絶対とかないよ。先発調子よかったらどうにもならへんよ。ダルビッシュ来たら打てへんやろ、お前。なんでそんな分からへんねん。あ、そっか、野球したことないか。絶対言うなよ、お前、そんなこと。何しに来てんねん、したことないからないねん。腹立たせてどないすんねん、俺に。勇気づけなあかんねん。じゃあホームラン打ったら手術するんだよ。本当に、うん、僕手術して元気になったら、俺さんみたいに野球選手になりたいんだ。あ、そうなのか。絶対なるから。おじさん、野球選手になるよ、僕。なってくれ。どう、僕のスイング。あ、いいぞ。すごいです。あ、もっと脇を締めるんだ。脇を締めて、ポンバックに切り抜け。あ、やってごらん。違う、脇を締めてコンパクトに。いや、デッドボール受けたんちゃうねんから。何してんねん、お前。何してんねん、見た。じゃ、いつまで言うてんねん、お前。すごい変なスイングするよ。おい、もう変なスイング、もういつまで。お前風弱いの、マスターなんで。なんでお前風弱いねん。もうチームはかんでええねん、お前。照り焼きバーガー。なんで照り焼きバーガー出てくんの。さっき食べたのして励まさなあかんくないやろ、俺を。じゃ、頑張って手術するんだよ。うん、絶対手術するよ。おじさんも頑張って早く一軍に上がるよ。二軍のですか、もう。どうもでした。どうも、こんにちは。知らんで、佐々木さんが言ってたからな。今日は放課後俺が残って、こう見張っとる。社会のテストむずいねんな。平安京ができたのが泣くようぐいすやから、794年な。これ覚え方大事やから、国内総生産をアルファベット3文字で何という。うわー、これもやってんけどな。何やったかな。やったかな。チャララ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 、チャーチャー、チャーチャーチャー、 GDP。 GDP すごい覚え方してるね、独特な。UFO、GDP、アルファベット3文字同士みたいな覚え方。特殊なやつやな、こいつ。検討士がだから白紙に戻そうやから894年廃止やな。真言宗を開いた僧は誰でしょう。これ何人か同じようなやつおるからな。テレレ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 
テン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 これ何現在のアメリカ合衆国大統領は誰、うん、いやこれは簡単でしょう。これもやったぞ。これはすぐ出ますよ。言いたいことも言えないこんな世の中じゃレーガン。レーガン。トランプやろ。おい、おい、ポイズンで覚えてるからなんかレーガンになってもうてんじゃん。いつの大統領やねんレーガンって。おい、黒船を率いて開国の交渉をしに来た人物とは。もうこれも簡単ですよ。どうやって覚えてるんですか逆に。中瀬文句の、はいはいはい、そのあとじゃそれね、ペリー、はい、ペリーです。マイラブソースウィー、マイラブソースウィーランケーペリーマーラー出てるってもうペリーだいぶ前に。おい、長いねん余韻が。誰やった？忘れてるやん。余韻で遊びすぎるから忘れてんねん。ちょっとここ開けとこう。もったいな。開けてるやん。ペリーみたいなイージーな問題。源平の戦いなどを綴った物語とは。俺もやったぞ。これこういう簡単なんかだから。祝福が欲しいのなら。ビーズのウルトラソウルや。悲しみを知り。ちょっとモノマネ入れてるけどいらんよ。覚えてるだけやから。泣きましょう。ほんじゃなくて。そして輝くウルトラソウル。いらんってモノマネ。ウルトラソウル。平家。平家物語。いやその平の部分だけ使うにしてはその覚える歌詞が多ないか。その歌詞の部分を覚えれんやったらもう平家ぐらい覚えれるやろなあ。743年に定められた土地法とは。いやもうこんなん覚えてないわ。これやったけどな。覚えてない。もう出る？なんか最近様子おかしいけど。空を自由に飛びたいな。はい、コンデエネン資材法。関係ないやん。何でもええやん。その4次元のポケットから出せんねやったらもう何でもええやん。本殿永年資材法だけで覚えてた方がなんか短いし。すいません、テスト中なんで静かにしてください。お前あーなかなかいい子いないな。次が山内健二君か。はい、じゃあどうぞ。失礼します。はい、エントリーナンバー山内健二、369番出身、島根県。あ、まあ、ごちゃごちゃなってるから大丈夫。緊張してるのかな。すいません、まあ、とりあえず座ろうか。島根県が余ったな。どうでもいいけどすごい荷物多いね。あ、すいません。座布団持ち歩いてる。ちょっとお尻が弱いもので。お尻が弱いって初めて聞いたけど、そんなの相当弱そうだよそれ。相当弱そうだけど大丈夫。はあ、いやへーじゃなくて。すいません、お願いします。まあまあいろいろ聞いていきたいんだけどね。ちょっといいですか。あのつまらないものなんですけども。ちょっとオーディションだからそういうのもらえないんだ。いや、ほんと賄賂なんで。あ、それがダメなの。賄賂がダメ。なんで花束。すいません。いや、賄賂で花束ちょっとずれてるから。おめでたい時のやつだからねそれ。で、まあ、結局もらえないし。すいませんでした。あ、まあ、全然全然なんか失礼な感じになってすいませんでした。あ、全然、僕君ぐらいねアピールしてくる子嫌いじゃないから。うん、お尻大丈夫。大丈夫、お尻大丈夫かな。それ演技に支障出ないよね。大丈夫。あ、大丈夫です。大丈夫。すいません、お願いします。あ、じゃあちょっといろいろ聞いていきたいんだけどね。やっぱね、売れる子っていうのは僕の持論なんだけど、売れる子ってなんか飲んでるな。売れる子ってなんか飲んでるんですか。あ、違う何飲んでるんですか。そうや、メモらなくていいから。メモ取っとかないと。プロフィールのことで聞きたいけど。プロテイン。いや、飲んでない。やっぱり体を鍛えてから。いや、売れてる子ムキムキばっかりじゃないでしょ。ありがとうございます。ちょっといろいろ聞きたいけど。はい、君ね、PR の欄に、はい、我慢強さには自信があるって書いてあるけど。あ、あります。これ具体的には。あの自分のお腹を思い切り叩いても我慢ができます。はい。それちょっと分かんないんだけど、その感じが。じゃあちょっと失礼します。すいません。いや、ちょ怖い、すごい怖いな君は。
すごい怖いね。我慢できます。いやそれ我慢強さとかじゃないから、もうあの前はお尻でやってたんです。だから弱くなったんでしょ、それ。やりすぎて弱くなってるから。あ、そうなんですか。ちょっともう二度とやっちゃダメだよ、本当に。もう怖いやんだから。もう弱いんだから、もう気をつけないと。すいません、迷惑かけて。いやもう大丈夫、本当に直します。すいません。治るのそれ。はい、ね、もうじゃあでもが、まあ、独特の雰囲気持ってるから。あ、ありがとうございます。ちょっと演技早速見ていこうか。あ、お願いします。あのみんなに今やってもらってるのがね、サッカーのエースストライカー、はい、で大事な試合をスタメンから外される。はい、そしてなんで外したんですかと監督に詰め寄るシーン。詰め寄る。あ、はい、わかりました。できた。いけます。じゃあ行こうか。はい、行くよ。お前はスタメンから外れてもらう。やだ、出る、たまける、走る、うまい、出して、出して、たまける、走れる、他の人より入る、パス、パス、もう出して。もうわ、最後下手な演技したな。どこか分かんないよ。どの部分か分かんないけど。そう、もったいないこと。ちょっと最後だけ審査から、うん、まあ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 分かりましたけど。まああの君独特の雰囲気あるし。あ、ありがとうございます。いろいろ機会あると思うから。あ、ありがとうございます。また機会ということで。あ、ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。え、僕落ちたんですか。まああのチャンスっていろいろあると思うからね。いや、ちょっとそれだったら歌も聞いてもらって。いや、あの歌関係ないから。歌聞いてから審査。あの他に待ってる人いるから。張り詰めた夢の不合格だから。いや、だから。どうも、友達です。よろしくお願いします。ありがとうございます。あの、僕昔から心理テスト好きでね。珍しい。うん、あ、そう。いや、普通心理テストなんか一回もしたことないですよね。珍しい。ないよ。みんな一回ぐらいやったことありますよね。あります。あるある。じゃあちょっと今なんか出してみて。一問やってみましょうか、うん、僕問題出しますんで皆さんも頭の中に答え出してみてください。当たるんですか。スキーを滑っていて、うん、斜面を滑り出す前にどんな気持ちになりますか、うん、スキーしてて、まあ、ざっくりでいいのでね、なんか一つだけ答え出してみてください。滑り出さへんな。うん、滑り出さへん。うん、なんか滑り出すような人間にはなりたくないって思った。まあまあまあ、いろいろそのね、これで何が分かるの。これはね、人を騙す時の気持ちと同じですと。まあドキドキするとかね、意外に平気だなとかいろいろあると。じゃあ、うん、あの滑り出すような人間になりたくないってことは、はいはい、人を騙すような人間になりたくないって俺は深層心理で思ってるってこと。あ、まあ置き換えてみるとそうなるんでしょうね。なんかこう当たってるわ。まああの自分の意外な丸裸にされました。されましたってね。まあこういうの楽しいでしょ。じゃあもう一問出して。もう一問いく。うん、ああ、わかりました。こんな当たるって知らなかったんで。楽しいなってきたよな。こうやって。じゃあ一問いきましょう。暗い茂みの中でお地蔵さんを見つけました、うん、その時パッと頭に思い浮かんだ人物は誰ですか。はい、早いね。うん、ファンの方々やな。ああ、うちらのことを応援してくださってるファンの方々が浮かんだ。ああ、うん、なるほどね。これで何が分かるの。頭に思い浮かんだ人物は普段からあなたが一番大切に思っている人ですっていうね。お前問題知っとったやろ。何が平やねん。お前答え方おかしいやん。ちょっとなんで疑われてんの。なんでスキー行ってんのに斜面滑れへんねん。帰れよお前そんなやつ。なあ、なんか嫌だなと思ったから。なんで嫌だなって。俺ウェア着て板履いて平坦なとこ歩いて帰るんかお前。なあ、知ってんのに知らんふりするのが一番寒いねん。こういうの、あの知ってたら知ってたって言うから。いや、言う。もう一問出して頼む。言えよ。ほんなら絶対に言うから。うん、で今んとこすっごい当たってんの。触るの。なあ、ほんまに息の量多いねん。すっごいに対する息の量ちゃうねん。それすっごいぐらいでええねん。もう一問出して。ケーキがあります。ろうそくは何本立っていますか。1本、うん、これで何1本であるべきやと思います。他にね、こう目移りなんかしたらもう一生1本。それが男の生き様でしょ。これで何が分かるの。
ろうそくの数は一度に愛せる異性の数です。知ってたやろお前。ええー、ねんもうそのへえ言うのなあ。ほんまに知らんねん俺。ケーキとろうそくの話してんねん。なんでお前男の生き様の話してんねん。リンクするわけないやろこんな2つが。浮かんだの言っただけやねん。浮かんだのちゃうねん。ほんであれやめろお前、これで何が分かるの。普通に聞いてんねんけど。どこが普通やねん。な首すっごい落ちてたで今。これで何が分かるの。そんな落ちてる。この辺まで落ちてた。落ちてない。なあここまで落ちた。ここまで落ちてたら歌舞伎役者が何人か集まってカルタ始めてるやろ。何やねんそれ。なあそれ何そやろ。それ何やねん。それどういう例え。何してんの勝手に。ここまで落ちてたらトラック運転手が PK してるじゃん。何やねん。やめろお前。どういう意味やそれ。だ落ちるわけないや。だってここにあった頭がここまで落ちてたら、うん、お前ええー、わもう出ないんだって。ほんまに知らんつってるやん。知らんつってるやんちゃうねん。疑われてもほんまに知らんねんな。いやほんまは知ってる、うん、知ってるやないか。ありがとうございました。続いてはこのコンビです。ニトリズ。どうもかまいたちです。よろしくお願いします。あのこの世で一番意味のない質問って知ってる、うん、この世で一番意味のない質問、うん、いやちょっと知らないですけど興味深いですね。何やと思う。私いくつに見えるとかなんか答えようないし意味ないんちゃうかな。違う違う、うん、ああだからもう昨日の晩何食べたんとかはどうでもええやんみたいな。違う違うか、うん、まだいる、うん、いやあの考えたら分かるから。ああそういう感じの問題。この世で一番意味のない質問やで。うん、なんか仕事と私どっちが大切みたいな。もうどっち答えてもあかんしみたいな。違うか、うん、もうええって、うん、もう3つも出したからもうギブ。なんだこの世で一番意味のない質問って、うん、正解は、うん、その格好寒ない、うん、や何やねんそれ、うん、これは外で待ち合わせした時に限るんですけど。喋り続けんなお前。こんだけ引っ張ってこの世で一番意味のない質問が、うん、その格好寒ない、うん、何やねんそれ。いやいや意味あるし。いやないねん。あるやん。いや外に限んねんけど。な何が。いや室内で聞かれたら意味あるで、うん、その後エアコンとかで対策寝れるから、うん、でも外で待ち合わせ場所で会って、うん、その格好寒ない、これ何の意味もない。意味あるやん。だって、うん、寒かったら何やねん。何やねん。寒かったら何やねん。何をしてくれんねん。なんで喧嘩をしやねん。お寒い。お前は何をしてくれんねん。いやだから寒いねやったらなんか服着やとか言うやん。ないねん服が。なあったら着てるやん。着てないってことはないねん。そうやろ。もしくはあるのに着てないってことは寒ないねん。どっちにしろその質問積んでる。なんやねんお前。意味ないやろ。いや意味ない。いやあるってだから。いやないよ。なんかほなもう寒いやったら俺のジャケットなんか羽織っときとかってかけるやん。いや普段そんなん言わへんやろ。いや女の子とかにはするやろジャケットかけて。俺男の子や。なんやねん。なんやねんさっきからずっとなんやねんお前。男の子いう年でもないやろお前。そうやろ。横白髪だらけじゃないか頭。いやだってお前もその格好寒ないって聞くってことは少なからずなんか肌寒いなと思ってるわけや。その状態で自分のを脱いで相手に渡したところで今度お前が寒ないになるだけでその場の全体の寒ないの位置変わってないねん。うるさいねん。意味ないねん。一個一個そんな揚げ足取って頭の中でごちゃごちゃごちゃって考えてんねやろ毎日毎日。だからお前なそんなんやねん。どんなんやねん。俺今どんな評価やねん。そんなんやねんお前。だからいやもっと言えば寒なかったらないやん、うん、それやめろお前喧嘩腰のやつなあ意味ないやろ。
いや意味ないとかじゃないけど、ほんで一個だけ言っときたいけど、俺別にこの世で一番意味のない質問は、うん、その格好寒ないじゃない派の代表ではないからな。ああ、 いいよ。なんか喋ってる間にいろんなもん背負って喋らなあかん感じになってるから、じゃあそんな向きにならんでええ。でも一番ではないって言ってんの。他の質問って全部意味があんねん。この質問だけ意味ない。そんな言い方して何でもそうや。ほんな私いくつに見えるも意味ないやん。いや上に見えるとか下に見えるとかあるやん。上に見えたらなんやねん。なんやこらボケ。なんや。いや上に見られるのが嫌な人は、私上に見られてるんだ、ちょっとメイクとかファッション変えて年下に見られるようにしようって対策が練れるやん。対策練れるってことは意味があんねんな。そうやろ。昨日の晩何食べたんはどうでもええやろ。いやハンバーグとかカレーライス。ハンバーグやったら何やねん。お前に何の関係があんねんこれはボケ。いや今からお昼ご飯誘おうと思ってるけど昨日ハンバーグ食べたって言うからハンバーグのお店はやめとこうって対策が練れるやん。意味があんねんな。カレーはカレーカレーやったら何やこれ。いや今からお昼ご飯誘おうと思ってるけど一緒やで。それ分かれへん。質問してて同じシステムでやられるなって。その質問も今だいぶ意味ないけど。気持ちええか。え、気持ちええか。正論こそが正義みたいな顔して喋りやがった。いやいやいや、初めは白い目で見られてたけど全員を味方につけた多勢こそが正義みたいな。お前あかんで。薄っ。え、あの歩く人ってもっと言いたいことがあるの。歩いてそんだけのことも歩かんといてほしいな。じゃあもうその格好寒ないが一番意味ない質問でええやろ。その格好暑ないわ。え、ね、ねえじゃない。何がねえの。今から始まるであろう俺の反撃に震えてるやん。震えてないの。その格好寒ないが意味ないんやったらその格好熱ないもん何の意味もないやないか。いや意味あるやん。ないやん。一緒やん。待ち合わせ場所で言われたら脱いだらええやん。脱いでんねん。対策ねあれね。もう脱いだ状態やねん。脱げる。脱いで全部脱いでんねん。パンツもズボンも全部脱いで全裸の状態でその格好熱ないは何の意味もないやろ。待ち合わせ場所で友達が全裸で立ってて一言目にかける言葉その格好熱ないちゃうやろな。全裸で立ってんねん。お前何してんねんって言うやろ。なんで全裸で立ってる友達にその格好熱ないって言うの。ほんでどっちかといえばその格好寒ないって言うんじゃん。全裸で立ってんねんから。変なこと言ってるやん。今なんて言った。どれどれのこと言ってる。もう結構喋ってボケツ掘ったな。お前がな。ボケツ掘ったな。お前がなって。だからその格好寒ないになるって言った。いやその格好熱。その格好熱聞いとけよよく。いや聞いてる。聞いてるよ。その格好熱ないっていう本来の質問がいつの間にかその格好寒ないになってるっていうことや。っていうことはこのその格好寒ないになってしまった一個前の質問にすらならなかったその格好熱ないこそがほんまの意味のない質問ちゃうんかい。めんどくさそうにするな。もうええわ。はい、ということです。続いては浜崎あゆみさんでノンフィクションです。どうもかまいたちです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ちょっと聞いてほしいんですけども。どうしましたか。僕この間すごい腹立つことありまして。腹立つこと。あの行列のできてるね、うん、ラーメン屋さん並んでたんですよ。ラーメン屋にね。そしたら ね生まれて初めてなんですけど、うん、自分の目の前に割り込みをされたんですよ。あ、一つ目の前にってこと。そう。ああ、そら腹立つな。今までね、自分の目の前に割り込みってされたことがなくて。うん、僕もないですね。ないよな。ない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 。なんかちょっと前の方で割り込みしてるなとか見たことあったんですよ。うん、まあ人のやつとかはね、たまにいますね。でも自分の目の前に割り込みってされたことがなかったんですよ。僕も経験ないですよ。ないよな。ないない。なんかちょっと後ろの方で割り込みしてるなとか見たことあったんですよ。まあそれも人のやつね。そう。でも自分の目の前に割り込みってされたことがなかったんですよ。多分皆さんもないんじゃないですか。ないですよね。で思い返してみたら、うん、目の前の目の前に割り込みされたこともなかったんですよ。あ、2つ目の前ですね。そう、はいはいはい、ってことは自分の目の前に割り込みされてないってことじゃないですか、うん、それぐらい珍しいことなんですね。そうで、結局ね、自分の目の前に割り込み、うん、もうええやろ。いつまで目の前の話してんの。目の前に割り込みされた。目の前に割り込みされてどないしたんよ。いやすぐ注意はしたんですけど、なんか思い出してもねまだ腹立つんですよ。ああ、まあそれ腹立つけどね。舐めてるでしょ目の前に割り込み。でもそれも無視した方が良かったんちゃう。なんかこう注意してしまうからそういうやつとも喋らなあかんし余計後々腹立つから、うん、もう無視の方がええよそういう時は。なんか器の大きい人間のふりしてます。
ね、何が器大きいか知らんけど、いや俺やったらそんなことではなんかもう腹の立たない、うん、優しい人間になりましたみたいなさ、うん、いやそんなつもりないですけど、なんなん今日、うん、お母さん見に来てる、来てないよ、ね、来てないよ、お母さんなんでわざわざフジテレビまで読んで成長見せてんねん、いやおかしいやん、自分がそんなん言ったらこれで怒ってた俺が器のちっちゃい短気なやつみたいに見えるやんか、そんなこと誰も思わへんから、見えるやんか、お前そう思うやろ、見てる人、あの人こんなんと怒んねんって、ほらお前の好感度だけ上がって、目決まってんねん、目が決まってんのよ、そのやり方がどうやねん、目決まってんねん、お前なんかやってんちゃうやろ、やってるやってる、やってんの、やってるのはやってるやってんの、やってるのはやってんねんけど、お前今から出ていけ、お前何がやねん、絶対お前は注意するタイプや、俺注意せえへんって言うてるだけや、そんなもん何にも言えへん、何にも言いません、目の前に割り込まれてんの、僕は注意しません、ほなな、二人目が割り込んできたらお前どうすんの？二人目？うん。何が？いや、あいつ注意せえへんなっつって目の前に二人目が割り込んできたらお前どうすんの？でもそれでも注意しませんよ。無視しますよ。何にも言えへん。何にも言いません。ほな、三人目が割り込んできたら？だからそれでも何も言いませんよ、僕は。ほな、四人目が割り込んできたら？注意せえへんって言ってるやん、俺。ほな、五人目が割り込んできたら？何人来んねん。ありえるそんなこと。お前一人でも珍しい言うてたのに。五連発で来てんねんけど、今。俺がこうやって、こうやってたらさ、わかるけど。いや。だって注意せえへんから、あそこ割り込んでいいんやと思われる可能性はある。ありえへん話しても意味ないの。もし割り込んできたらどうすんのって聞いてる。いや、5人も来たらそりゃ言うよ。なんて ?5 人目はちょっとって。注意してるやん。いや、違うやん。急に注意しだしてるやん。急にじゃなくて、いっぱい入ってきたから注意しただけやん。いや、それやったら1人目から注意せよ。辻褄は合てへんやん。違う、だから。それやったら1人目で注意せえやん。ルル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 ル何をしてんの今4回目のルルルルルで注意してきたけど1回目のパターンもあったやろそれ1回目に注意してへんけど今4回目に注意してきた俺が言うてるのこういうことやどういうことなんでわからんねん注意せえへんって言うてるやんいやそうやったら1人目もうわかったわかったもう5人目も注意せえへんわで6人目7人目入ってきても注意せえへんし仮に20人の団体が俺の前にドーンって割り込んできても注意しませんこれでも多くないなそれ後ろの人からお前が注意されるで何がそらそうやお前より後ろの人並んでたらどんどん下がっていくねん列の仕組みとしておかしいよ俺言われても知らん関係ないよ文句言われたらどうすんの何がやねんすいません何ですか注意しましたいや注意してません今すごい入りましたよここ僕人に注意するの嫌なんで注意しません嫌とか知らないんで注意してもらわないと、うん、いや人に注意できないタイプなんであなたの前に入ったんだからあなたが注意僕人に注意できないタイプなんでできないタイプとか知らないんで注意してくれあなたここまで来て僕に注意するぐらいだったら自分で注意したらどうですか僕人に注意できないタイプって言ってるじゃないですか自分で注意してくださいよめちゃくちゃ俺に注意してますよそれをここにしてくださ いだからそれをここにしてくださいいやあなたの前なんであなたが嫌なんであなたが注意したらいいじゃないですかすごい注意できる人ですよねえ揉めんのが嫌なんすよ注意してください揉めるのが嫌とか知らない揉めんのが嫌なんすよ今すごい揉めたやろちょっと待ってあの最初に注意してたらこんなに揉めへんの揉めへんの最初から注意せよお前はなあ、なんやその顔。大衆演劇の人が楽屋にいる時みたいな顔してるな。何が分かんの？俺らが大阪でよう行かせてもらってた営業のミノースパーガーデンで漫才やる時に漫才の後に大衆演劇の人の出番あるけど、俺らが漫才に向かう途中に大衆演劇の人の楽屋パッて見たらこういう顔してる。誰が分かんの？それ。誰が分かんねん、お前。そういう顔をしてる。何言ってんねん。あ、大衆演劇の人。ええねん、もう。顔してる。誰が分かんねん。もうええねん、お前。痛いです痛いそんなつもりないねん俺やめろお前もう大衆演劇の人が楽屋に呼んでくれええねんもう最初から注意してたこんなことどうやって注意すんねんほんならだから割り込んできたらその人の首を後ろからキュッて締めるやろえほなその人がストンと落ちるからそうなったとここうやろ頭おかしいんかお前もうええわどうもありがとうございましたお願いしますありがとうございますこの世で一番意味のない質問って知ってるこの世で一番意味のない質問、うん、いやちょっと知らないですけど興味深いですね何やと思うええー、私いくつに見えるとかなんか答えようないし意味ないんちゃうかな違う違う、うん、ああだからもう昨日の晩何食べたんとかはどうでもええやんみたいな違う違うか、うんうん、まだいる、うん、いや考えたら分かるからああそういう感じの問題この世で一番意味のない質問やでうん、なんか仕事と私どっちが大切みたいなもうどっち答えてもあかんしみたいな違う違うか、うん、もうええって
もう3つも出したから。もうギブ、なんだこの世で一番意味のない質問って、うん、正解は、うん、その格好寒ない、うん、何やねんそれ。でこれは外で待ち合わせした時に限るんですけど、喋り続けんなお前。こんだけ引っ張ってこの世で一番意味のない質問がその格好寒ない、うん、何やねんそれ。いやいや意味あるし。いやないねん。あるやん。いや外に限んねんけど。な何が。いや室内で聞かれたら意味あるで、うん、その後エアコンとかで対策寝れるから、うん、でも外で待ち合わせ場所で会って、うん、その格好寒ない、これ何の意味もない。意味あるやん。だって、うん、寒かったらなんやねん。なんやねん。寒かったらなんやねん。何をしてくれんの。なんで喧嘩をしやねん。もう寒い。お前は何をしてくれんの。いやだから寒いねやったらなんか服着やとか言うやん。ないねん。服がなあったら着てるやん。着てないってことはないねん。そうやろ。もしくはあるのに着てないってことは寒ないねん。どっちにしろその質問積んでる。なんやねんお前。意味ないやろ。いや意味ない。いやあるってだから。いやないよ。なんかほらもう寒いんやったら俺のジャケットなんか羽織っときとかってかけるやん。いや普段そんなん言わへんやろ。いや女の子とかにはするやろジャケットかけて。俺男の子やなんやねん。なんやねんさっきからずっとなんやねんお前。男の子いう年でもないやろお前。そうや、横白髪だらけじゃないかって。いやだってお前もその格好寒ないって聞くってことは少なからずなんか肌寒いなと思ってるわけや。その状態で自分の脱いで相手に渡したところで今度お前が寒ないになるだけでその場の全体の寒ないの位置変わってないねん。うるさいねん。意味ないねん。一個一個そんな揚げ足取って頭の中でごちゃごちゃごちゃって考えてんねやろ毎日毎日。だからお前なそんなんやねん。どんなんやねん。俺今どんな評価やねん。そんなんやねんお前。だからいやもっと言えば寒なかったらないやん、うん、それやめろお前喧嘩腰のやつなあ。意味ないやろ。いや意味ないとかじゃないけど、ほんで一個だけ言っときたいけど、俺別にこの世で一番意味のない質問は、うん、その格好寒ないじゃない派の代表ではないからな。ああいいよ。なんか喋ってる間にいろんなもんしようって喋らなあかん感じになってるから。じゃあそんな向きにならんでええ。でも一番ではないって言ってる。他の質問って全部意味があんねん。この質問だけ意味ない。そんな言い方して何でもそうや。ほんな私いくつに見えるも意味ないやん。いや上に見えるとか下に見えるとか。上に見えたら何やねん。何やこらボケ。何や。いや上に見られるのが嫌な人は私上に見られてるんだ、ちょっとメイクとかファッション変えて年下に見られるようにしようって対策が練れるやん。対策練れるってことは意味があんねんな。そうやろ。昨日の晩何食べたんはどうでもええやろ。いやハンバーグとかカレーライス。ハンバーグやったら何やねん。お前に何の関係があんねんこれはボケ。いや今からお昼ご飯誘おうと思ってるけど昨日ハンバーグ食べたって言うからハンバーグのお店はやめとこうって対策が練れるやん。意味があんねんな。カレーはカレーカレーやったら何やこら。いや今からお昼ご飯誘おうと思ってるけど一緒やでそれ。分かれへん。質問してて同じシステムでやられるなって。その質問も今だいぶ意味ないけど、うん、気持ちええか。え気持ちええか。正論こそが正義みたいな顔して喋りやがって。いやいや初めは白い目で見られてたけど全員を味方につけた多勢こそが正義みたいな。お前あかんで薄っ。え歩く人ってもっと言いたいことがあるのよ。歩いてそんだけのことも歩かんといてほしいな、ね、じゃあもうその格好寒ないが一番意味ない質問でええやろ。その格好暑ないわ。えねえ何がねえの。今から始まるであろう俺の反撃に震えてるやん。震えてないの。その格好寒ないが意味ないんやったらその格好暑ないもん何の意味もないやないか。いや意味あるやん。ないやん。一緒やん。待ち合わせ場所で言われたら脱いだらええやん。脱いでんねん。対策ならへんねん。もう脱いだ状態やねん。脱げる。脱いで全部脱いでんねん。パンツもズボンも全部脱いで全裸の状態でその格好暑ないは何の意味もないやろ。待ち合わせ場所で友達が全裸で立ってて一言目にかける言葉その格好暑ないちゃうやろな。全裸で立ってんねん。お前何してんねんって言うやろ。なんで全裸で立ってる友達にその格好熱ないって言うの。ほんでどっちかといえばその格好寒ないって言うんすよ。全裸で立ってんねんから。変なこと言ってるやん。今なんて言った。どれどれのこと言ってる。もう結構喋ってボケツ掘ったな。お前がな。ボケツ掘ったな。お前がなって。だからその格好寒ないになるって言った。
お、いや、その格好圧、その格好圧聞いとけよ、よく。お、いや、聞いてる、聞いてるよ。その格好圧ないっていう本来の質問がいつの間にかその格好サムナイになってるってことや。っていうことは、このその格好サムナイになってしまった一個前の質問にすらならなかった、その格好圧ないこそがほんまの意味のない質問ちゃうんかい。めんどくさそうですもうええわ。あー、ごめんね、ごめんね。はいはい。これ君の自転車。あ、これ僕の自転車です。あ、そう。はい。ちょっとスタンド立ててもらってもいいかな。え、何ですか。うん、何くんかな。あ、僕は濱家です。濱家くん。はい。濱家くんの自転車。はい、そうです。はいはいはい。ちょっと一旦確認させてもらっていいかな。え、ここら辺今自転車の盗難が多くて。え、うん、申し訳ないけどちょっとだけね。これ完全に僕のやつですよ。うん、ごめんね。登録調べてもらってもいいですけど、濱家隆一って出ますよ。濱家隆一くんね、はい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 、調べさせてもごめんね。いやいや、全然いいですけど。すいません、本部、自転車の登録確認お願いします。708060、濱家隆一です。隆一です、はい、お願いします。あ、君の自転車よね。はい、これも完全に僕の自転車ですよ。でも取りそうな顔してるけどね。ごめんね。何なんすか、うん、何なんすか、ごめんねって謝ったらいいっていう問題ちゃうでしょ。分かる分かる。やっぱ、いや、分かるじゃなくて、長年の勘からそういう釣り目のやつは自転車取りよんねん。ごめんね。なんやねんお前、ごめんね。あれやん、もう知らんぞ。行くぞ俺も。行くな行くな行くな、ちゃうやん。今確認してるから、じっとして落ち着いて、ね、落ち着いてる。俺はお前警官に対する口の利き方ちゃうやろこれ。ボコボコしたのかお前。ごめんね、それはごめんね。まあ結果がもう出ますから、それまでちょっとお付き合いしていただいて。お前だからそこまで言うねやったらな、うん、もし俺のチャリンコって確定したら、うん、お前こんな言うたかってたの分かってるやろな。お前もそんだけ警官に口答えすんねやったらどうなるか分かってねやろお前、釣り目の鼻上がりが。ごめんね、ごめん、なんか気悪くしてる。気悪するやろお前、謝んねやって言うな言うてんだ。お前警官に対するちゃうやろこれ。ごめんね、怖かったよね。大きく避けたもんね。ごめんね。はい、出ました。だから本人は濱家隆一と言ってます。年齢は35の濱家隆一です。はい、わかりました。君の自転車やね。そうやろお前、ごめんね。お前分かってんな、偉そうに言うぞって。お前これごめんね、これ俺のチャリンコ言うてるやん、お前どないすんねん。でも今確認したら、なんや、君この辺で女子高生に抱きついて指名手配されてるね。うん。じゃあちょっとそれで行こっか。ごめんね、逮捕する。謝ってもそうなんだ、ごめんね。犯罪だ。一人自慢できることってあった方がいいなと思うんですけどね。自慢できることね、なんかあったりする。まあ一つはありますよ。 ありますか、うん、何が自慢なん。あ、僕あの映画の隣のトトロ、はいはい、あれ一回も見たことない。いや何にもなってへん。トトロ見たことないのが自慢、うん、何なんそれ。いや、お前トトロ見たことあるやん。いや、もちろんありますよ。みんな一回はトトロって見てんねん。いや、そりゃそうですよね。でも俺はレンタルしたこともないし、うん、あの何回も繰り返されてる再放送の網も全部すり抜けて、生まれてから37年間一回も見てない、うん、湧いてへんの、湧いてへんのよさっきから。いや、すごない37年間一回も見てない。見てないんですよ。お前39やないか。39。何の2年やねんそれ。でも一回も見てないんですよ。いや、見てないこと自慢になれへん。見てた方がいいですもんね。いや、ほなお前どういうのが自慢や思ってる。例えばオンリーワン的なことね、人にできないような、うん、僕手品得意なんですけど、そういうのが自慢って言うね。いや、ほなお前の方が自慢になってへんで。なってますよね。手品うまい人なんか他にもいっぱいおるし。いや、少ないやん。いや、でも今からでもみんなが頑張ったらお前に追いつく可能性あるやん。いや、難しいんですよ。ほなもうオンリーワンちゃうやろ。いや、でもその点、その点な。なんやねん。俺のトトロ見たことないわ。もう今からじゃどうにもなれへんの。わかる？わかるよ。もうね、見ちゃってんのよ。見ちゃってるけど。
のなんやねんとしか思わへんのよ。いやだからみんなが頑張ってこれからトトロ見んとこうってしても意味がないわけだって見ちゃってる。やめろそれ、うん、小バカにしたような感じのやつ。いやだからみんなが俺の自慢に追いつく方法がもうないやろ。いや自慢ってそもそもね、こういうのじゃなくて、あじゃあ追いついてみてよ。自慢追いついてみて、だから、ね、追いつかれへんや。なんで追いつかれへんの。教えたのか。俺が時間っていう壁に守られちゃってるから。うるさいよ。もう守られちゃったんですよ。守られちゃってるし目決まっちゃってるやないか、うんうん、だからね、もう私とあなた方とは立場も違うんですよ。小バカにした感じやめろお前。見てないってことはこれから見ることもできるし見ないこともできる。だからない。私にだけ選ぶ権利が与えられる。宗教っぽいのよ。宗教っぽいのよなんか、ね、選ぶ権利って分かりやすく言ったら自分だけじゃんけんで2回出せるようなもんや、うん、分からへんけど。だから、ね、じゃあやってみて、やってみて、ね、はい、じゃんけん、はい、はい、負けてるやん。この権利は私にしかないんですよ。違う違う、みんな手品の方がすごい思ってんのよ。いやお前の自慢は道具に頼ってんの。何がやねん。いや自慢するときにトランプいるやん、コインいるやん、物がいるやん。手品やもんね。いやその点、その点何やねん。俺のトトロ見たことないわ。トトロすらいらんの。何だトトロにも頼ってないの。トトロなんか絶対見てた方がいいしね。いやトトロなんか絶対見てた方がええねん。どないやねん。見ろよほんなら。いやだからみんな見てんねん。お前も見ろよ。それを俺が見てないねん。見ろよ。見ろよ。なんだもん。見ろって普通みんな飽きまへんやん。すごい関西弁喋ってる。それを見てないから自慢になりまんねん。出身島根やのに。すごいでしょろそれ。出身島根じゃないの。見てないのが自慢なんねんな。 お前らタイタニック見たことある。タイタニック見たよ。俺見たことないね。ほんなこれ自慢やな。いやあの凄さが違うから。何が違うの。あの映画やったら何でもいいわけちゃうじゃん。いやタイタニックも普及の名作ですよね。お前タイタニック見てないやん。見てないよ。じゃ何をもって今普及の名作って言ったの。いやまあ確かにね。いやこっちはタイタニックちゃんと見た上でトトロの方がすごいっつって。お前トトロ見てへんやないか。確かに確かに。でも聞いて、老若男女が楽しめるという点においてトトロの方が頭映画よりオリジナリティ。どこで息吸うてんの。そうやろ。ないでそうやろじゃない。だから何回再放送しても一回頑張ったもん。死ぬ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 よ。そんなところで息吸うたらトトロの方がすごいよ。ほんならお前他にトトロ見てる人おったら自慢になれへんな。見てへんよ。じゃあ聞いていいですか。お客さんの中で人生で一回もトトロ見たことないっていう人正直に手挙げてください。正直に1、2、3、4、5、6。めっちゃおるやん。僕ね、ホタルの墓も見たことない。ありがとうございました。だからもうあの子に決定やな。ちょっと今から面接来る。あのちょっとお腹痛くなってね。トイレ行って、はい、こう個室に入ろうとした瞬間に、うん、こう誰か。別の人がこうトイレ入ってきて、でももうこっちは入りかけてるからそのまま入るやんか。で誰が入ってきたか分かれへんけど、向こうはこう進行方向でこうしてるから、うん、誰が入ったか分かってる可能性が高いわけで、その状態で自分が入った個室の横にその人が入ってきたら、こっちは誰が隣に入ってきたか分かれへんけど、うん、隣の人はこっちに誰が入ってきてるか分かってるわけやんか。でその状態でお互いにおならをしたら、こっちは誰がおならしたか分かれへんけど、こっちは誰がおならしたか分かっちゃう状態、これってフェアじゃないよね。何の話してんの。何の話してんの。これは誰が入ってきたか分かれへんけど、こっちの人は俺が入ってるって分かってるわけやんか。じゃあこっちの人はどんなおならしようが、俺は誰がどんなおならしたか分かれへんや。でも俺が些細なおならをしても、こっちの人は山内が些細なおならしたって分かってしまう状態、これってフェアじゃないんだ。なんだそのフェアじゃないよねっていう言い方。いや何の話してんの。この状態が許されへんくて。いや別に便所やねんからフェアもフェアじゃないもん。何もないやんか、うん、本来ないはずやねん、うん、で本来便所っていうのは自由でないとあかんはずやんか。自由やん別に。それやのにこういう状態になったことによって、こっちは全力で気張ることをちょっと躊躇しちゃうわけ。全気張がね、前期はしにくい状態になってる。こっちは片やこっちは前期はしやすい状態になってる。これってねフェアじゃないよ。フェアじゃないよねじゃないの。
もう誰もこんな細かいこと気にしてへんし、もう誰か入ってきた時点で、うん、お前が一回向こうの顔確認して入ったらええやん。ほんならお互いが認識し合った状態ねんから、これフェアや。いや、それフェアじゃないよ。だって俺は本来取るはずの行動じゃないことをこう取ってるわけやんか。第三者が入ってきたことによってね。ってことはもうずるいやん。フェアじゃないやん。じゃんけんで言ったら、くせに2回出してるようなもんやから。チャンスが2回あったようなもんやから。ちょ、じゃんけんしてみて。じゃんけん、ほい、ほい、みたいな。こう、負けてる。2回チャンスがあったから。これはもうフェアじゃないの。負けてた。お互い2回にしないと、土台が変わってくるから。いや、もうこんなこと誰も考えてへんから、うん、もうトイレ入ったらもう全力で気張ったらええのよ。どんな音が鳴ろうが。なんやったらもう向こうが入ってきた時点で向こうが終わるまで我慢したらええやん。我慢して向こうが終わって出て行ってから思いっきりやったらええやん。なんで俺が待たなあかんねん。俺先行、先行高校で言ったら先行やんな。いや、先行も高校もあらへんよ、こんな話に。なんで先行が後攻めになってんの。ほんでもっと言えば、俺なんでようわからんやつの塀待たなあかんねん。なめんなよ。な、俺が後から入ってきたようわからんやつの塀をじーっと待って、痛いのじーっと待って、向こうの塀がスタートの合図みたいになって、俺そんなに下の人間か。なめんなよ、わけわからんやつの塀待たせて。なんで待たなあかんねん、こっちは。同じに上も下もないから。いや、待ってるやんけ。いや、だから、ま、お前が嫌やから待ったらええやんって言っただけやん。いや、待ったらええやんじゃないです。おかしいやん。ほんで、向こうも同じ作戦取ったらどうすんの。相手がしてから、しようってなったら、カウンターの取り合いみたいになって、めちゃくちゃ静かな空気がトイレに流れるで。ええやん、もう、それはそれでも。ほんで、お互いなんか待ってるなっていうのがわかるから、へのハードルがどんどん上がっていって、こいつどんな兵士おんねんやろってなって、ならへんって。待ったあげく、一発目が、みたいやったら、一発目がそれかいってなるやん。で、二発目で、ブーって聞こえた。二発目でブー、バイって隣から聞こえてくる。何の話してんねん、お前ずっと。わけのわからん。そんな状況許されへんから。フェアもフェアじゃないもないっつってるやんけ。あんな、あんな、いや、あんな、あんな、フェアじゃないのがな、あるから言うてねやんか。なかったらな、こんな話。してへねえ。何やねん、その喋り方。人と熊のプーさんの間みたいな喋り方。フェアな状態でしたいねやんか。ほんで、その状態になったら、蜂蜜舐めたね。何が言いたいねん、結局お前。恥ずかしいんか、なんなん。フェアなのか、フェアじゃないなのかを言いたいのか、うん、おならの音聞かれるのが嫌なのか、何が言いたいの。おならの音聞かれるのが恥ずかしい。気持ち悪いね。もうええわ。どうもでした。どうも、かまいたちです。よろしく。今からホームルームを始めるが、その前にみんなに残念なお知らせがある。斉藤の給食費がなくなった。え？まあ、斎藤の不注意でどこかに落としただけかもしれないが、この中の誰かが盗んでしまった、そういう可能性もある。本当にないのかよ、斎藤先生。犯人探しをするつもりもないし、この事件を表沙汰にする気もない。だからみんな正直に答えてほしい。全員顔伏せろ。そんなやついないよな。俺らみんな友達だよな。もしこの中に斎藤の給食費を盗んだやつがいるなら、正直に手を挙げろ。よし、みんな、よし、みんな顔上げろ。先生、いたんですか。え、うちのクラスに斎藤の給食費取ったやつがいたんですか。え、いたんなら名前言ってください。斎藤がかわいそすぎます。いや、犯人探しをするつもりはないんだ、先生。そしてもう一つ、昨日職員室の窓ガラスが割られていた。え、先生たちに腹の立つことがあるかもしれない。だが、こんなことはやってはいけないことだ。おい、いんのかよ。うちのクラスにヤンキー気取りのクソ野郎がいんのかよ。山内。先生、警察呼んでください。犯人探しをするつもりはないんだ。窓ガラスについた指紋とか調べれば犯人がわかるはずで。山内。
犯人探しをするつもりはないんだ。顔伏せろ。先生のその優しさがクラスの輪壊してますよ。もしこの中に窓ガラスを割った奴がいるならしょ。よし、みんな顔上げろ。先生いたんですか？うちのクラスにヤンキー気取りのクソ野郎がいたんですか？いたんなら名前言ってください。そいつのせいでみんながみんなを信じられなくなります。そして最後に、先生、吉田のブルマが盗まれた。え？思春期のみんななら興味があることかもしれないが、吉田の気持ちを考えろ。おい、どういうつもりなんだよ。吉田のブルマなんか盗んでどうすんだ。山内、かぶる派か白派か。山内、かぶる派か白派か。どうせかぶる派なんだろうな、そんな変態野郎は。よ、やめろ山内。先生、俺このクラスもう無理です。顔伏せろ。俺の好きなクラスどこ行っちまったんだよ。顔伏せろ山内。この中でブルマを盗んだ奴がいる。よし、みんな顔上げろ。先生いたんですか？以上でホームルームを終了する。先生、山内、この後職員室に来るように。はい、もちろんです。さあ、ということで見ていただきました、はい、うん、これがなんか一番最初にこうなんか、あ、かまいたちのコントって面白いねって言ってもらい始めぐらいじゃない？いや、ほんまそうちゃうかな。荒引き団で、荒引き団でやったのが初めてです。一番最初やと思う。だ、 ABC 撮った時って荒引き団より後？全然後。あ、そうなんだ、うん、これはなんか一番初期のコントというか、うん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 、で、一番もう原案というか、はい、はモリシーがこれ考えたんですよ。うん、モリシーが、うん、あの打ち合わせ、ね、なんかネタどういうのしようかなって俺が考えてる時に、うん、山内さんが全部犯人のどうですかって言って、うんうん、いや、それめっちゃおもろいやんと思って、で、全部俺が犯人っていうコントを考えたんですよ。いや、俺だから一番最初はこのネタ山内が紙で持ってきた時に全然面白さ分からへんかった、うん、な、何これっていう、うん、え、だから山内が言い出して、山内が犯人、これおもろいんかこれみたいな感じで舞台でやったらめっちゃウケたから、うん、あ、そうなんやと思って、あ、全然分かってなかった最初。でもこれ なんやろ、教科書的なコントやなと俺は思いますけどね。うん、お笑いの、まあね、自分で言ってお前が犯人かい、うん、で、これ意外に知られてないんですけど、うん、このネタでなんか一回 ABC お笑いグランプリっていう大会勝った後に、うん、せっかくなんでっていう記念で、うん、アジャコングさんとこのコント一緒にしたんですよ ね。あの、アジャのブルマが盗まれた。そう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 。で、アジャさんに劇場来てもらって、そう、わざわざ大阪まで来てもらって、一緒にコントして、なんかややウケだったよね。なんかもっとドカーンになるかと思ったら、いや、俺らが本当シークレットのコントゲストとして来ていただいたから、うんうん、名店した時にへーっていう、うん、アジャコングさんが来てくれたんやっていう驚きが収まらんままネタ終わっちゃったんかな。アジャのブルマなんか盗んでどうすんだよっつって、そんなに笑いを傷って申し訳なかった申し訳なかったな。でも本当優しい人で ね、快諾してくれて、ほんでもう当時俺らね、うん、自分らでお金出せんのこれぐらいやってなって、はい、すごい多分安かったっすよね、うん、いやのに心よく来ていただいたっていう、格安で来て、うん、で、コントも練習も付き合ってくれて、そう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 、あれ映像残ってないんかな、アジャさんの。残ってないっていうのがまず問題じゃない？問題よな。あんな記念のそうよ。ほんで2人ともメイク覚えてないっていう。ダメですよ。ほんまや、メイク全然覚えてなかった、うん、いや、でも記念やな。これはだからいろんなとこでみんなにやってほしいですね。 TikTok とかで流行んないのかな、これ。これなんかこうコミカルな、しっかり見せなあかんコントやから、しっかり見せなあかん。俺らのコントってそんなんばっかりやん。
端的にパンパンというのないのよ。ないのか、うん、まあでも思い出の、あの、あれ何、はい、もちろんですってやつ。どう以上でホームルームを終了する。先生、山内、この後職員室に来るように。はい、もちろんですそう、だからキングオブコントでホームルームのコントした時に、うん、なんかもう優勝とにかくしたいっていうので結構最後の辺さ、畳み込みギリギリでいじったやんか、うん、ネタを。やっぱこのネタの良さってもうシンプルにもう繰り返しの方がいい。でスパンと終わる方がいいから。そうそう、でスパンと終わるの何かなと思ったら、もう最後職員室呼ばれた時にはい、はい、もちろんです、そらこんなことしてるんですから、こんなことしてるんですから呼ばれなかったら逆にどうしようかなと思いましたぐらいのが含まれた。はい、もちろんです。はい、もちろんです、そらもう全然今からでいや、お前が先導すんのおかしい。今からでもいいですけど、なんでお前主導で職員室行くねんそんぐらいの気持ちでやりました、ね、おもろいな。いや、これもだから俺覚えてるの、荒引き団でやったの、うん、俺この閉鎖された空間でシーンとなったところでネタ撮影っていうのが一番苦手やねん、うんうん、これも俺らほんまあの時当時大阪から来たわけのわからんやつらが、うん、もう俺が笑って笑って山内の顔で、うん、でも撮影進まへんみたいな、うん、深夜な、ある深夜3時か4時ですよ。荒引きなんて1日スタジオ借りてもう全員の撮っていくから、俺らの撮り順が3時、夜中の深夜3時ぐらいで、スタッフの人ももう朝から撮ってるからヘロヘロの中で濱家がって笑って、すいません、もう一回お願いします。いや、ほんまあの空気耐えられへんかった、マジで。チャンネル登録お願いします。絶対怒ってると思う。怒ってたで、怒ってたもん、ほんまに。そ、怒ってたやろな、じゃなくて怒ってたやなんだよみたいな、うん、怒ってましたね、うん、あれも気をつけないと顔、うん、さあ、ということでホームルームのネタでした。ありがとうございました、はい。ありがとうございます、ね、ありがとうございます、公開記念ファンイベントに呼んでいただきまして光栄でございます。かまいたちです。お願いします。お願いします。ありがとうございます、嬉しいですね。こういうのに呼んでいただいたことなかった。いや、初めてじゃないですか、こんな、ね、憧れやったんです。いやいや、本当、あの、たまにテレビで見るやつ。そう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 、でもなんか呼んでいただいといてあれなんですけど。どうしました。僕がちょっとマトリックス全然知らなくて。え、いや、失礼な、お前。ほんまに公開記念ファンイベントよ。分かってんねんけど。見たことないの。見たことなくて。ダメよ、それ。そのマトリックス、うん、でマトリックスリローデッド、はい、でマトリックスレボリューションズ、うん、でマトリックスレザレクションズでしょ、うん、全然分かってなくて。分かってないの、ほんまに。もう不安でしょうがないんですよ。あ、なんか結構スラ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 出てたような気がするけど。いや、で、今後ちゃんと見ようとは思ってんねんけど。見たことないけど、そのタイトルぐらいはまあもちろん知ってるってことね、うん、あと、その、うん、主人公の救世主ネオ役をキアヌ・リーブスが演じてるっていうのはなんか聞いたことあります、ね。まあ、それぐらいはね、皆さんまあバンと出てますから知ってるから、うん、そう、あで、トリニティをキャリー・アン・モスがやってるとかもなんかチラッとは知ってるんですけど、うんうん、まあまあ知ってるね。いや、でも全然分かってなくて。あ、そう。で、エージェント・スミス役をヒューゴ・ウィービングですよね。ほんまに見たことないの。見てないね。いや、さ、登場人物と配役まで知ってて、うん、ちょっとなんでそれだけを知ってるかが俺ちょっとよく分からへんねんけど。で、預言者オラクル役をグロリア・フォスターやった、うん、見たことあるやろ、お前。おい、ほんまに。いや、その登場人物と配役だけを知ってるっていう状態珍しいから、うん、見たことあるやろ。見たことないねん。ほんまにないの。ほんまにないねん。いや、こうやって今日登壇させてもらってさ、うん、こういう格好してるやんか、うん、何の格好してる思てんの。逃走中やろ。違うわ、もうええわ。どうもありがとうございました。さあ、かまいたち、よろしくお願いします。ありがとうございます。2017年キングオブコントチャンピオン、かまいたちのクセがすごいネタは。いい加減吐いたらどうなんだ。お前たちのアジトはどこにあるんだ。知らねえよ。いいぞ、その息だよ。殺すなら殺せよ。アジトの場所を吐くまで殺しはしない。もっと辛い目に合わせるだけだ。お前らに話すことなんかねえんだよ。お前のこの左腕のタトゥーはうちの組織と敵対するスコーピオンのタトゥーだってことは分かってるんだ。
じゃあもう一つ教えといてやるよ。スコーピオンは仲間は売らねえんだよ。しぶとい野郎だ。ここは俺に任せて、見張りを頼む。あ、任せるわ。やるならやれよ。俺の名前はコードネーム HI、 味方だ。そうだったのか。お前を助け出すためにここに来た。余計な動きはせず機械を待て。頼んだ。おい、まだこいつ吐かねえのか、この野郎。あれや、あれや、あれや、あれ、お前向こうの見張り頼む。ここ俺に任せろ。頼んだ。よし、遊ぼうぜ。あれ、あれ、あれ、はい、やれよ。いいか、よく来てよ。なんだよ。俺は味方だ。お前今一人になってからも殴ってたよな。あいつを信じ込ませるためだ。つまりお前味方だったのか。必ず助ける。任せて。分かった。てか、おい、おい、味方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 、違う、違う、余計なことを愚痴ましるな。違う、違うんだ。元気、元気、元気、元気。二人とも今味方。おい、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 今何の意味もないことをしてんねん。長官、せっかくチャンスだったのに。なんだお前のこと。行くぞ。お前たちやれよ。長い、長い、やめろ、長い。味方だ。味方だ。なんでしてんの今なあ。今二人しかおらんやん。やめてよ。なんでこいつ。おいおい、やめろ。おいおい、味方、今ここ味方しかおらん。やめろ、聞いてって。今味方しかおらん。ちょっと待て。いいか、いいか、聞け。今ここにいるみんな味方やしかおらん。これやってる意味がないねん。今何のためにやられてんのこれ。ちょっと、まだ吐かないのか。ファザー、もうチャンスやったのに。また違うやつ来たやん。どんなことをしてでも吐かせろと言ったはずだ。めちゃくちゃタトゥー入ってるやん。おい見ろって、とんでもない味方がやってきた。違うね。おい、普段こいつどうしてんねん。見てたらわかるやろ。なんなんこいつも、スコーピオンの味とかな。全員味方やぞ。餅つきみたいな。おい、餅つきになってるぞ。めちゃめちゃうまいやお前。あ、すいません、ありがとうございます。この辺で絵描いてんの。あ、そうです、はい。すごいな。ありがとうございます。ちょっとわし描いてくれや。似顔絵ですか。似顔絵いける。あ、まあはい、大丈夫ですけど。あ、ちょっと今から知り合いが店出す言うから、はい、ちょっと開店祝いに行かなあかんねん。はい、ちょ、俺の似顔絵持ってったら受けるやろ。なあ。あ、ちょ、書いてくれ、書いてくれ。わかりました、じゃあ、はい。すぐ行けんの、それ。はい、顔のアップでいいんですか、ね、顔のアップでええよ。はい、わかりました。
そう、こんな手土産できる思えへんかったから。すいません、はい。これ大爆笑やで。はい。ありがとうございます。嬉しいわ。こんな。ちょっと簡単な感じでも大丈夫ですかね。あ、いやいや、ちょっと時間ないからもう。はい、はい、すいません。パッと書いてくれ。はい。なんかこんな感じでも大丈夫ですかね。この。いや、豚やないか。いや、豚やん。え？いや、わし書いてくれ言うてんねん。え？いや、いや、これ豚やん。これ豚やろ？え？うん。いや、これ豚やん。何してんのそれ。あ、すいません。うん。いや、わし書いてくれ言うてんねん。え？すいません。なんでお前がパニックなってんの？お前がパニックになることちゃうやん。お、 いやお前が書いてんねん。すいません、すいません。俺がなるのはわかるけど。はい、すいません。いや、これ豚やん。はい。いや、うまいで。はい。豚としてはうまいけどな。あの、わし書いてくれ言うてるから。はい。うん、頼むわ。すいません、ちょっと。あ、いけた？あ、見して。簡単な感じなんですけど。うんうん、こんな感じでも。豚やないか。この辺からの豚やないか。なんで豚書くねん。え？それなんでパニックなんの？お前がなんでパニックなんの？なあ。いや、分かれへんねん、お前のその感情が。おい。何探してんねん、それ。何がなかったからこうなったんや。なあ。すいません。わけわからんことすんな。おわし書いてくれ。すいません。そう、やってることと行動が合ってないねん。なあ。いや、毎回やってんのこれ。つかみみたいな感じで。いや、そんな、全然。すいません。うん、あの、俺そんなんええから、ほんまに似顔絵描いてほしいね。もうお時間ないということですね。時間ない言うてるやんか。今からパーティーですもんね。はい、わかりました。すいません。頼むわ。はい。豚はうまいねんで。うまいねんけどな。真っ白描いてほしいから。うん、もうちょっと正面向いていいですか？はい。うん。なんかかっこいい感じにしてな。はい。いけた？こんな感じでも大丈夫。だから豚やないから。真横からの豚やないから。なんでお前が弾いてんねん。お前がなんで弾くことがあんねん。お前が何弾くことがあんねん。お前が書いてんねんやろ。なんやこれ今の。ズーンっていうの。毎回こんなんしてんのか、なんか。エンターテインメントなことしてんのか、お前。でもええから書け言うてんねん、おい。何を探してんねん、さっきから。なんかないからこうなったとかちゃうやろ。己が書いとんねん。すいませんでした。なめてんのかお前。なめてません。すいませんでした。もう向こうで話しようか。じゃあ、いや、すいません、本当にやめてください。ええから、これすいません、すいません、やめてください。向こうで話しよう。すいません、おい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 そう、オーケー。ほら、持つな、それ。オーケーよ、おい。あ、お前、らっしゃるの、おい。お前、結婚してんのか。おい。嫁おんのスタンガン持ち歩くな、お前。すいません。やむ、かけよ。痛いよ、当たり前やんけ、スタンガン。すいません。すんません、じゃ、オーケー、とりあえず。危ないって。すいません。何してんの、それ。何も思わへんよ。自分もやったから許したのかとか。すいません。危ないなっていうだけやから。お、何をしてんの。すいません。おい、誠意の見せ方間違ってるで、お前。おい、わし書いてくれ言うてんねん。すいません。じゃあ、ほんなな、はい、OK。 何をしようとしたんや今。座れ。何スタンガン持って立ち上がったの。それ全然 OK。 めちゃくちゃ怖いね、スタンガン持った絵描き。ほら、もうわし描き言うて豚描くんやったら豚描いてみ。そういうことかな。豚ですか。お、豚描いてみや。お願いします。お前なんかトンチタイプのやつか。お、頼むわ。俺パッといける思ってたから。こんな感じでいいですかね。じゃあ、牛やねんかい。お願いします。君か、どうした。この半年間、あなたの身の回りを徹底的に調べさせていただきました。麻薬密売組織に警察内部の情報をリークしていたのは山内署長、あなただったんですね。何の話だ。忙しいんだ、出てってくれ。とぼけるのはやめてください。その資料を見れば全てわかるはずだ。
これは だったらどうするというんだね。警察の上層部、そしてマスコミ各社にあなたを告発します。そんなことをすれば君の首も飛ぶぞ。考え直すなら今のうちだ。考え直すつもりはありません。そうか、じゃあ君には首になってもらうしかないな。ご家族には悪いが懲戒解雇という形でね。それでもいいのかね。君にはその覚悟があるのかね。全て覚悟の上です。嘘やんか。クビになんかせえへんやんか。やめてくれるかなと思って言いました。ちょっと話しよっかな。お互いなんか譲れるとこってあると思うねんな。だからちょ、お茶飲むな。お茶飲んで話そう。炭酸もあるよ。若いから炭酸の方がええかな。炭酸飲みながら話。失礼します。待ちたまえ。君に一つ教えといてやろう。私を捕まえたところで何も変わらん。君が相手にしようとしてる組織はそれほど巨大だ。こんなものマスコミに持ち込んだとこでもみ消されて終わりだぞ。それでも私はあなたを告発します。殺されるかもしれんぞ。死んでもいいのか。全て覚悟の上です。嘘やんか。もみ消されへんやんか。致命的やんか。これどっから。すんごい前から俺のこと疑ってるやん。懐かしい。うわ、あったこれ。ちょっと座って話しよっかな。それソファー座り。これ座ったことないやろ。自分座り心地めっちゃええで。これな、ほんでここ寝れんねんで。疑ってるやろ。ちょっと見本見せたろか。これこうやって座ったと思いきやこう寝れんねん。これ寝心地いいねんで。意外にこうやって寝たらええやん。失礼します。待ちたまえ。調子に乗るなよ若造が。私が今組織に電話をしたら君のご家族はどうなるかな。脅すということですか。いや、ただ偶然事故に遭う可能性は否定できんぞ。警察という職業を選んだ時点で全て覚悟の上です。ご立派だ。もしもし、私だ。 WIFI 作戦今すぐ実行に移してくれ。ああそうだ、やつの嘘やんか。どこにもかけてへんやんか。一人で喋ってたやんか。ツーツーって言うてるやろ。何 WIFI 作戦って。Wi-Fi やん。どんな作戦やねん。 Wi-Fi 作戦ってどんな作戦やねん。おい、お前のせいで、お前のせいで変なこと言うてもてるやんけ。ちょっと話しようや。やめてや。ただでさえなここにしこりができてんねん。最近ストレスでしこりができてんのな。見て。告発します。じゃもうだから見てよ。ここ分かれへんなあ。告発します。もうだから告発は分かったから、ちょっと一回聞いて。ちょっと脱いだ方が分かるかな。告発します。もうだからここや。ここがな、昔も、ほんで何このパンツ。これな、嫁に買うてきて言うたらこんなん買うてきてん。ここにマッチ棒刺さっとんねん。な、なんやねんそのパンツ言うたら嫁が火つけましょか言うからやかましわ言うて、家ん中もうドカンや。なあ、告発します。やめてよ。全然話聞いてくれへんや。いや、ほんまやで。分かれへん。ちょっと寝っ転がった方が分かるかな。ここがな、ちょっと分かる。ここのしこり。失礼します。待ちたまえ。どうやら君には何を言っても無駄なようだな。尊敬していた所長がこんなことになるなんて残念です。
誰だお前は。組織の人間か。やめろ、俺はまだ何も喋ってない。やめろやめろ。嘘やんか。もう一人でやってるやんか。あいつ確かうちの学校の山内とかいうさえへんやつやな。入り口やったり道知らんかったり、1万円のお釣りないですとかいうタクシー多いからな。大丈夫かな。やばそうやな。大丈夫かな。まあでも時間ないしええか。すいません、すいません。大丈夫ですか。はい大丈夫ですよ。すんません。はい、よいしょ。はい、ご乗車ありがとうございます。ドライバーの山内です。なんか丁寧な人やな。今日はどちらまで。あ、難波のあの千日前の方までとりあえず行ってもらっていいですか。はい、わかりました。じゃあ出発します。はい、さっきちょっとナビ見たんですけど、はい、あの長堀込んでたんで、はい、もうこのまま浪速筋まっすぐ行って、はい、あの大野記念病院のとこ曲がっちゃいますね。あ、はい、詳しいっすね。そっちの方が今早いと思います。ちゃんとしたドライバーさん、よかった、あ、どうも。あ、僕ちょっと今1万円札しかないんですけど大丈夫ですか。あ、大丈夫ですよ。そうですか。今日1000円札5000枚持ってきてるんで。500万持ち歩いてるんですか。大丈夫ですか。全然問題ないですよ、次の方は。あ、そうですか。なんか最近ちょっと道知らんかったりね、うん、はいはいはい、なんかお釣りないとか言う人が多くて、あ、なんかいい運転手さんでよかったですわ。本当そういう運転手多いですよ ね。もう本当すいませんでした。いやいや別に運転手さんが悪いわけじゃないんで。いやいや、もうそういう運転手がいるからね、やっぱ我々みたいなの、はい、他のドライバーにもね、はい、あのお前もお釣り持ってないんちゃうかみたいな言われるんですよ、うんうん、やっぱりもう接客業ですから、そういうとこはねしっかりやっとかないと。結構長いことやってあるんですか。もう結構やってるんですよ。何年ぐらいやってあるんですか。もう20年経つんじゃないですか。はい、結構やってますよ。すごいっすね。なんで、なんで。ああ、ちょっとこっちも混んできたんで、一回ちょっとあの堀江公園のとこちょっと曲がって、もう一回ちょっと出ていいですか、なにわ筋の方に。はいはい、じゃあそっちの方で行かせてもらいますね。これ以外完璧やねんけどな。ちょ、やめてもらいます。すごい屁出てますよ。ドライバーさん、ドライバーさん、ドライバーさん、あの道も知ってるし、お釣りも洋さん持ってるし、対応も完璧なんですけど、すごい屁出てるんですよ。ドライバーさん、ドライバーさん、すごいんです今。ドライバーさん、ちょっと、あ、ちょっと運転中なんで、お客さん運転中とかじゃない、ちょっと危ない、危ない、いや、こんなんある？改造してるの？ここ。ドライバーさん、ドライバーさん、全部開かへんわ。ドライバーさん、すごい、ドライバーさん、ドライ、誰か来た、誰か来た、あれ、あれうちのクラスの山内やんけ。何してんねん、キョロ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 。え、おい、佐々木さんの机見てるやん。おい、お、マジか、おい、マジか、マジか、おい、
え、気持ち悪い、マジか、おい、こいつやったんか、佐々木さんの机荒らしてた犯人。こいつ許されへんな、マジで。佐々木さんの気持ちか。え、笛うま。え、めちゃめちゃ混乱してる俺今。気持ち悪いと思ってたのに今ちょっと尊敬しそうになってる。え、どういうこと今の。おい、マジか、こいつ笛だけじゃ飽き足らずピアニカまで行く気ちゃうか。マジか、おい、そんなとこ舐める。食べてるの。なん、な、わ、おい、ホース食うてるやん。同級生がホース食うてる。何この映像。おいおい、手品やん、もう国旗ついてたら手品やで、それ手品のやつやで。マジか、こいつ、こん、佐々木さんの気持ち考えと。え、嘘やろ、マジで。ピアニカうま。こいつなんやねん、マジで気持ち悪いな。もう、おい、それはあかんぞ、持って帰るのは窃盗やぞ、お前、窃盗やぞ、持って帰ったら。さすがにこれは言わなあかんな。おい、ダブルで舐めてるやん、ダブルで舐めてるやん、もうこいつ気持ち悪いわ。え、嘘やろ、嘘やろ。楽器に愛されてる。いや、それラシドーまでしか出えへんことない、それ。リコーダーの方はラシドーまでしか出えへんやろ。ラシドーでやってんの今、ラシドーでやってんのってどうなってんの今。え、肺活量届いてるっていうこと、その位置から肺活量が届いてんの、リコーダーとピアニカに。何こいつ、顔やばいやろ、おい、どういうことこれ。え、おいおい、あ、濱家くん、え、見てたの。誰にも言わないで。いや、言わないでって言われても。僕が学級前の内緒にして。そっち、お願い、そっちバレたないの。みんなに吹いてとか言われるからさ。いや、言わないで、約束だよ。で、学級前のが言われたら嫌やねんな。嫌だからさ、言わないで、約束。まあ、約束するわ、それは。よかった。でもその前の、あの、リコーダーペロペロとかピアニカペロペロってしてたんは言うで、うん、あ、それ、うんうん、うん、いや、それも言わないで、それも。今まで奥さんが来てたけども最終チェックだけやから最後旦那さんが。めちゃめちゃうまいやんこれ。 ありがとうございます。兄ちゃん書いてんのこれ。はい。すごいなお前。あ、俺書ける似顔絵とか。あ、まあまあいける、はい、ちょ書いてくれやお前似顔絵。うん、これめちゃめちゃすごいやんけ。はい、俺今からちょっと知り合いがな、バーオープンするからそこに顔出そう思てんねん。あ、そうですか。うん、そのプレゼントでお前自分の似顔絵持ってたらおもろいやろ。お、書いてくれ書いてくれお前。すごいなこれ。相当練習したやろ。なあ。サングラスは、これ大したもん。取った状態でつけた状態。あ、申し訳ない。ごめんごめんごめん。つけた状態でいいですか。うん、ちょっとしっかり色見たかったよ、この。はい、うまいでこれ兄ちゃん。はい。中、あ、早いな。簡単な感じにはなっちゃう。あ、じゃあ見せてくれ。はい。すみません。こんな感じで大丈夫です。舞台やないかこれ。はい。何してんのお前。はい。いや、わし描いてくれるってのお前、これ舞台やないか。あ、豚の頭やないか。あ、何してんねん。すみません。何やそれ、おもろいんか。すみません。すみませんじゃなくて、途中お前メガネどこが何やったあれ。すみません。そんなんやっとんかお前。いちょっと書き直しましょうか。うん、ちょっと時間ないね。すいません。はい。もう知り合いがな、店オープンするか、そのオープンのタイミングで行きたいからな。すいません。うん。
豚やないかこんなもん。お前かけんねんから早くかけよお前。簡単な感じで大丈夫ですか。簡単な感じでええよそれ。早く書いてくれ、時間ないねん。お前こんだけかけるんやからささっとかけるやろ。ああ、はい、はいはい、こんな感じで大丈夫ですか。はい、見して。すいませんでした。これでじゃあ、豚やないかお前。なこの辺からの豚やないか。何してんのな。いや、なんで豚描いてんねん。舐めてんのかお前。はあ、早いじゃないねん。なんでお前がわけわからなくなってんねん。はい。いや、早いじゃない。何がないねん。いや、何がなくてこうなってんねん。あ、関係あらへんやろ。すみません。いや、わしかけ言うてんねん。似顔絵。お、似顔絵やん。似顔絵ちゃうやんけ、これお前。豚やないか、お前。すみません。似顔絵かけ言うてなんで豚描いてんねん、お前。すみません。アングルの違う。立てかけんな、それ、お前。はい、すみません。これが後の客に繋がると思ってんのか、お前。なあ。はい。この並びで置くな、お前。すみません。わしをかけ言うてんねん。はい。うん。お前、マジで、舐めてんのか。お、あんま舐められたことないねん。俺な、すみません、どっちかというと勘違いされるタイプや、こんな見た目しとるから。はい、はい、すいません。逆に新鮮やぞお前みたいなやつ。チャレンジャーやな。サングラスはどうされますか。あ、サングラスはだからこのままでええ言ってるやん。ないですか。ああ、早く開いてくれ、急いでんの。すごいなお前書き方。それなんか変わってくんのか、タッチが。ああ、ああ、それどの部分やねんそれ。ああ、あ、いけたんか。はい、はい、ちょっとはいはいはい。あ、ねえ、こっちか。こっちか。うん、あ、もうちょっといいですか。こっちか。あ、ねえ、はい、それで、すいません。似顔絵やぞお前なあ。似顔絵や。後ろあんま描かへんやろお前。はい、できました。 3D でやっとんかお前。見してくれ。はい、こんな感じ。豚やないかお前、真横からの豚やないかお前。何してんのさっきから。いや、嫌じゃないね。わしかけ言うてんのお前、いろんな豚描いとるやないか。え、いや、ええやない、豚やんこれ。何パニックなってんねん。オッケー、それお前舐めとんな。兄ちゃん、ちょ、来い。いや、舐めてないです。事務所来い。いや、やめてください。ええから、すいません、やめてください。来い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 、事務所行ってな。あ、何してんねん。え、何参加してんねんお前。 OK それ、何スタンガしてくれてんねんお前。おい、握りしめんな。 OK これ、 OK 言うてるやろお前。どつますぞ。おい、今周りから見たらな、お前わしがやから言うとるように見えるけどな、狂っとんのお前やぞな。豚界でスタンガン当ててきとんねん。オッケー、座れ。握りしめんな、それ。はい、オッケー、こら。はい、オッケー、こら。おじまっ、なっしてんの、こら。おい。すいません。事務所連れてくからな、お前。そんな舐めた態度取って。あ、なんしてんの、それ。すいませんでした。めちゃくちゃ怖いやつや。めちゃめちゃ怖いやつやんけ。書き直します。書き直せ。もうわし書け言うて豚書くんやったら、お前豚書けな。いや、豚書くって書いとんねんお前。豚を散々、豚書いてみ。はよ、うん、豚でいいんですね。あ、豚書いてみや。わし書け言うてお前豚書いてんねんから、お前豚書け言うたらわし書くんちゃうんかよお前。ああ、はい、見せ。はい、こんな感じ。牛やないか。止まんな、止まんな、くんな、くんな、これ何をしてんのお前。さっきから助けてください。お前助けてください。お前覚えとけよ、これ助けてください。くれてんねん、あいつが。やあ、お疲れ様でした。はい、豚のコントでしたね。そうですね、はい、なんかこれ多分最初は、うん、もうほんま単独で、うん、だけでやるぐらいの感じで、うん、
その何回も豚描いてくるやつっていうだけのネタやったんですね、うん、単独でやる変なネタぐらいの感じで作ったのに、うん、なんか一回オールザッツとかかな、そうそうそう、なんかでやったら意外に反応が良くて、うん、そっからちょいちょいやってますよね。結構僕はやっぱこれ僕がボケのネタじゃないですか、うん、だ結構好きっすねでなんかこのスタンガンも急遽やったんですよ、うん、それこそ毎日放送のオールダッツ漫才のリハーサルの時に、うん、なんか一個もうちょっと欲しいなっていうので、うん、スタッフさんにビリ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 っていう音ありますかって聞いたら、うん、ありますって言うから、うん、あじゃあちょっとここスタンガン当ててみるわみたいな感じで入れた、ね、急遽入れたやつで、うんうんうん、そっからもうスタンガン好きになっていろんなネタで使うようになったスタンが面白いんですよ、ね、面白いよな、うん、スタンが当てた時の山内の感じとかがやっぱ面白いですよね。でいつかほんま僕の夢はあのドッキリでマジのスタンガンでやってみたいなっていうのはバチッ、そうなんです、そのビリビリビリとかじゃないねん、多分バチッの一撃で気絶して終わりやからチャンネル登録お願いします。まあ、だからこれは本当にあの僕みたいな僕がやってる役柄の絵描きの青年というなんかちゃんとしてそうな人が変でこういう感じの見た目の人の方がちゃんとしてるみたいな、あの人は見かけによらない、人を見かけで判断するのはやめましょうみたいなあの要素も入ってる教訓にもなる、うんうん、学んでほしい、これそういうこと、小学生とか見して、うん、そう、うん、学んでほしい、ね、学んでほしいというネタでした。はい、続いては今最も勢いのあるこの2人。おい、あれなんか最悪やったな。まあでもなんか今日最後の日やから偉いさん来るよったけど、まあまだ怖い顔の人来てビビらされんねやろな。ガチャ、あ来たな、一体どんな怖い顔の偉いさん中国の偉いさんみたいな人来たよ。あの日だから犯人、ほんまに片言やろ。私必ず果たして豚箱ぶち込んで草にもし壊す。めっちゃ怖いことやんか。何？こんなんで取り調べできんのかちゃんと。今日取り調べする係長の山内です。よろしくね。むちゃくちゃ喋るやん。さっきの何やったよ。あれ？気になってる？いやまあちょっとさっきあれやったんで。うん、あの昔ちょっと中国に住んでた時期があって。あ、そうなんですか。うん、そのせいでね、あどうしてもこういう髪型になるんだけど。髪型なんですか。ね、っていうかこれドラーモン。エモン。え？いやドラ。エモン。あ、ドラえもん。いやそんな話してないですけど。ドラえもんの話今から。あ、俺が丸いからドラえもんに似てやかましいお前。何それ。ね、まあいいよいいよいいよ。いいよ。まあまあ、あのそんな感じで今日はお互いね腹割って話そう。あ、はい、本当にまたダメだよ、いろいろ出てくるから。内臓とか大根とか、それドラえもんみたいにね。うまいこと言い過ぎかこれ。言わないけど、ね、はい、先に荷物をね預かってた荷物返しますね。あ、はい、まあ、怪しいものは見つからなかったっていうことなんだけど、はい、ちょっとビデオテープがね一本入ってたけど、あ、はいはい、まあ、これまあやらしいビデオなんじゃないの。いや違う違う、メガネの男の子がこうぶつかり合うみたいな。何がやらしいんですかそんなの。メガネ、いやこれちゃうんです、これツタヤでちょっとね ET 借りたんです。 ET、 あ、 ET のビデオか。はい、 ET ね、僕も好きで。あ、そうなんですか。もう何回も借りて見てる。あ、そうなんで、でもやっぱあのシーンが一番いいね、有名なあの。あ、はいはいはい、タンタンタタタンタンタタタンタンタタタタンタン。あれスターウォーズの曲やねんけど。あんま知らんねやろなこの人。なあ甘いくん、はい、そろそろじゃあ正直に喋ってもらおうかな。いやもう正直に言ってもやってないんで僕本当に。まあ、実家のおふくろさんもね悲しむよ。いや悲しむって言われてもね、こんな歌聞いたことない。そんなベタに歌とか歌われてもね。そピーパパパロッポピーパパパロッポピーパパパロッポピーパパパラララララララピーパパパロッポ聞いたことないか。いや聞いたことあるんすけど。おふくろさんの顔浮かんだか。でもスキャットマン・ジョンソンしか。スキャットマンは嫌いか。いや、はい、スキャットマン嫌いか。スキャットマン嫌いかって別に好き嫌いでスキャットマン見たことないですし、うん、そんな別にスキャットマン好きとか嫌いとか言う人ってあんまいない、うん、なあ濱家君、はい、スキャットマンのこと好きだとか嫌いだとかな、はい、事件から話そらしてんじゃねえ。え、おい、あんたが言うたんでしょ。ほんで机なんでこっちでしょ。別にあれ下と書いてるんですか。おかしいでしょ。事件当日お前はどこで何をしてた。
いやだからね、何回も言いましたけど、僕その時アルバイトしてたんですよ。その時間お前がバイトしてたのを証明できる人いるのか。いやね、前も言いましたけど、その僕のバイト先が小さいパン屋さんなんで一人なんですけど、確かにその時間は朝の仕込みで一人でパン作ってたんですよ。一人でパン作ってたの？そうです、もう朝からね、仕込みで朝からパン作ってたの、バイト先で。ケイさんちょっと勘違いしてます。うわ、通りでお前の部屋から下着が見つからないはずだ。いや何言うてんの、ケイさん。これで点と点が繋がったな。どこに繋がったんすか、点と点。これはびっくりだ。いやびっくりじゃなくて、おい監視官呼んどいてくれ、下着泥棒の。いやいや、こいつ確定やな。何言うてるんですか、ちょっと。あの一応レントゲン写真の用もしといてくれ。いやレントゲンでここにパンツ打ったらおもろすぎるでしょ、そんなもん。この変態野郎が。変態野郎って言い過ぎでしょ。もうお前を監獄にぶち込んでやるからな。ぶち込むとかおかしい。変態触られた。いや変態長、変態長って何なんですか。重機、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 何なんですか、ちょっとおかしいでしょ。どうした、何、下着泥棒の犯人捕まってる。え、こいつは。分かった、すぐそっちに行く。あの犯人捕まったって。ごめん、なんか手違いでね。ごめんね、もう帰っていいよ。ごめんね。おー、公務執行妨害逮捕するから。今これね、そういうノリじゃないですね、今の。あ、そういうノリじゃない、それ関係ない。しまった。新郎新婦。今まで奥さんが来てたけど、もう最後のか。まあチェックだけやからそんな時間かからんやろな。だからこれは。おなお前。お何見とんねんこれ。いやすいません、あ、何ですか。いや、わし用があるからこうしとんねん、お前。用？何の？お前がちらっと見とったやろ。何の用ですか？いや、ここ打ち合わせがあるから来とんねん。え、新郎の山内様ですか？あ。大丈夫この人。この感じで打ち合わせ来てるんですか？お前なんやねん。いや、僕、ウェディングプランナーなんですけど。あ、お前か。担当させてもらってる。あ、お前か。はい。すまんな。なんか嫁から用してくれてるって聞いてるわ。なんなん、この人。申し訳ないな。ごめんごめんごめん。すごいいい人についてもらってるって聞いてる。いや打ち合わせできへんわこれ。ごめんな、怖いわ。申し訳ない、これ取っといて。いやいや、こういうのもらえないんですよ。いやええから取っといて。いや取っといてじゃなくて、気持ちやから。すごい額なんで、うん、すごい額、から取っとけよお前。俺が出した金引っ込ませなあかんのか。恥かかすなよお前。とりあえずじゃあ一旦ここに。もろっとけ、もろっとけ。一旦ここに。ああ、はい、じゃあちょっとあの最終確認していきたいんですけども、あのチェックは何せなあかんの今日。あ、だからあの一応なんかすぐ終わるから来てんねんけどな、はい、最終チェックしていただいたらもうそれで終わりますので。ああ、最終チェックだけしていただいてよろしいですか。いやだからお前がしたらええ仕事ちゃうんかそれ。いやだから僕が己がやらなあかん仕事こっちに回しとるんちゃうんかい。おお。いやあの僕は全部最終確認しまして、もうあのミスもない状態っていうのを確認しましたので、何か変更などご希望をあれば受け付けたいなと思って最終チェックをしていただきたいということなんですよ。筋が通っとるわ。お前の方が正しい。何ですか。すまんな。いや最終チェックだけしてもらったら大丈夫なんで。取っといて。200あるんですよ。さすがにちょっともうこれ本当に、ええから恥かかすなお前。2泊いらん男おるわけないやろ。取っとったらええねん、まあ、一応じゃあ とりあえずここに置いておきますんで、最終チェックの方だけしていただいてよろしいですか。はい、大丈夫ですか。嫁も見とるやろこれ。一応見ていただいております。あ、じゃあ ここの漢字だけ狼に変えといて。狼、この新郎の狼を狼に変えといて。ニュールフ、わかるやろこれ。ここを狼にしてくれ。ニューウルフいうやつや。新しい狼。新しい狼と新郎新婦で、それで大丈夫なんですね、表記がね。そこに、はい、いける、いきます。あの高砂のとこに新婦様と新しい狼と書いてくる。そうそうそう、ニューウルフでな。はい、わかりました。言うててんけどな、嫁にはニューウルフでって言うてなかったかな。
まあ、僕は伺ってなかったです。あ、そう、申し訳ないな。全然、あの、振動の、あ、お客様、大丈夫です、大丈夫です。お客様、ほんま、もう、取っといて。お客様。取っといてくれたらええから、これ。ほんま、もう、嫁にはちゃんと言うとき言うてんけどな。800個あるんですけど。もろとけ。もろとけ。もろとったらいいから。これでいいですね。これでよろしかったですね。わかりました。じゃあ、こちらの方で見積もり出させていただきます。はい、最初の見積もり。最初の見積もりがこうですね。これ？はい。あの、奥様、あの、うちの式場のオプションすべてつけておられまして。すべて？あの、2つずつ。2つずつオプションを2つずつつけてまして、つけて、はい、2つずつ、はい、でこの値段になりますね。へえちょっと返してもろてもええかな。申し訳ないけど、自慢できることってあった方がいいなと思うんですけどね。自慢できることね、なんかあったりする？まあ一つはありますよ。 ありますか、うん、何が自慢なん？あ、僕あの映画の隣のトトロ、はいはい、あれ一回も見たことない。いや何にもなってへん。トトロ見たことないのが自慢、うん、何なんそれ。いやお前トトロ見たことあるやろ。いやもちろんありますよ。みんな一回はトトロって見てんの。いやそりゃそうですよね。でも俺はレンタルしたこともないし、うん、あの何回も繰り返されてる再放送の網も全部すり抜けて生まれてから37年間一回も見てない、うん、湧いてへんの。湧いてへんのよさっきから。いやすごない？37年間一回も見てない。見てないんですよ。お前39やないか。39何の2年やねんそれ。でも一回も見てないんですよ。いや見てないこと自慢になれへん。見てた方がいいですもんね。いやほなお前どういうのが自慢や思ってる。例えばオンリーワン的なことね、人にできないような、うん、僕手品得意なんですけど、そういうのが自慢って言うねん。いやほなお前の方が自慢になってへんで。なってますよね。手品上手い人なんか他にもいっぱいおるし。いや少ないやん。いやでも今からでもみんなが頑張ったらお前に追いつく可能性あるやん。いや難しいんですよ。ほなもうオンリーワンちゃうやん。いやでもその点、その点な。なんやねん。俺のトトロ見たことないわ。もう今からじゃどうにもなれへんの。わかる？わかるよ。もうね、見ちゃってんのよ。見ちゃってるけどなんやねんとしか思わへんのよ。いやだからみんなが頑張ってこれからトトロ見んとこうってしても意味がないわけ。だって見ちゃってる。やめろそれ、うん、小バカにしたような感じのやつ。いやだからみんなが俺の自慢に追いつく方法がもうないやろ。いや自慢ってそもそもね、こういうのじゃなくて。あ、じゃあ追いついてみてよ。自慢追いついてみて。だから、ね、追いつかれへんや。なんで追いつかれへんの？教えたのか。俺が時間っていう壁に守られちゃってるから。うるさいよお前。もう守られちゃったんですよ。守られちゃってるし目決まっちゃってるやないか、うん、だからね、もう私とあなた方とは立場も違うんですよ。小バカにした感じやめろお前。見てないってことはこれから見ることもできるし見ないこともできる。だからない。私にだけ選ぶ権利が与えられる。宗教っぽいのよ。宗教っぽいのよなんか、ね、選ぶ権利って分かりやすく言ったら自分だけじゃんけんで2回出せるようなもんや、うん、分からへんけど。だからじゃあやってみて。やってみて。ないやね、はい、じゃんけん、はい、はい、負けてるやん。この権利は私にしかないんですよ。違う違う、みんな手品の方がすごい思ってんのよ。いやお前の自慢は道具に頼ってんの。何がやねん。いや自慢するときにトランプいるやん、コインいるやん、物がいるやん。手品やもんね。いやその点、その点は何やねん。俺のトトロ見たことないわ。トトロすらいらんの。何やトトロにも頼ってないの。トトロなんか絶対見てた方がいいしね。いやトトロなんか絶対見てた方がええねん。どないやねん。見ろよほんなら。いやだからみんな見てんねん。お前も見ろよ。それを俺が見てないねん。見ろよ。見ろよ。なんだもん。見ろって普通みんな飽きまへんやん。すごい関西弁喋ってる。それを見てないから自慢になりまんねん。出身島根やのに。すごいでしょそれ。出身島根じゃないの。見てないのが自慢なんねんな。 お前らタイタニック見たことある？タイタニック見たよ。俺見たことないね。ほんなこれ自慢やな。いやあの凄さが違うから。何が違う、ね、あの映画やったら何でもいいわけちゃうじゃん。タイタニックも普及の名作ですよね。お前タイタニック見てないやん。見てないよ。じゃ何をもって今普及の名作って言ったの？いやまあまあ確かにね。いやこっちはタイタニックちゃんと見た上でトトロの方がすごいっつって。お前トトロ見てへんやないか。確かに確かに。でも聞いて、老若男女が楽しめるという点において、トトロの方が他の映画よりオリジナル。
ないですよ。どこで息吸うてんの。そうやろ。何でそうやろじゃないだから何回再放送しても一人で頑張ったら死ぬ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 よ。そんなとこで息吸うたらトトロの。ほんならお前他にトトロ見てる人おったら自慢になれへんな。見てへんよ。じゃあ聞いていいですか。お客さんの中で人生で一回もトトロ見たことないっていう人正直に手を挙げてください。正直に1、2、3、4、5、6。めっちゃおるやん。僕ね、ホタルの墓も見たことない。ありがとうございました。バケモンっておるやんか、うん、で、そのこ何急に。心の優しいバケモンやん。いや、急にそんなこと言われても。いや、え、そう、それです。何か言いました。それです。何か言うたんやったら彼女もおかしいです。いや、いや、だから見た目は怖いけど、うん、人間と友達になりたいと思ってるバケモンです。なんか映画とかでたまにある設定。そう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 、うん、ちょっとそれやらして。なんなん、なんなん急に。え、急にそんなことわけのわからんこと言われてやらせてって言われてもさ。だから、あの、自分は森に迷い込んだ人間やって。いや、だからなんでやらない。バケモンやるから。理由分かれて急にそんなわけのわからんこと言われて。じゃあもしこの漫才に人を外見で判断しないようにというメッセージが含まれてるとしたら。森に迷い込んでしまったな。怖いな、なんかな。怖い怖い。ガサガサガサ。え、何の音これ。ガサガサガサ。何の音これ。ガサガサガサ。何この音。ああ、バケモンや、逃げろ。ちょっと待って。え、人間のことも喋ってる。俺、友達になりたいだけ。お前、人のことも喋れんのか。うん、ちょっとだけ喋らせてもろてます。もろてます。関西弁？なんでお前人間のことも喋れんねん。前にこの森来た男を喋ってた。そいつに教えてもらったんか。で、そいつ今どこおんねん。死んだ。怖い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 って。お前、お前が殺したやろ。違う。え、そいつもともと怪我してた、うん、だんだん弱っていった、うん、最後動かなくなった、うん、そういうことやったのか。だから食べた。怖いってお前。バケモンやん。怖い。バケモン違う。バケモンやって。動いてる人を食べるバケモン、動いてない人を食べるセーフ。アウトやって。それ動く動かんで、人間食べる食べへん決めたらアウトやから。あれ、お前動いてる。動いてるよ。俺めちゃめちゃ動いてるやろ。俺食べたなってるやん。俺のこと、いや、クソってお前食べたなってるやん。違う。食べたなってるやんか。友達食べない。友達ちゃうん、お前仲間握手する。いや、爪も長いし怖いねん。もう大丈夫大丈夫、うん、この爪毒の塊。危ないやん。もう毒の塊危ないよ。それ象動かなくなる。猛毒やから。それ象動かなくなったら、うん、うん、じゃなくてもうちょっと帰れよ。お前もう怖いから向こう行って。俺帰るとこない。なんで。仲間みんな人間に殺された。そうやった。だから食べた。バケモンやん。もう違う。仲間食べてるやん。怖いって。動いてる仲間食べるバケモン、うん、動いてる。アウトアウトアウトやって。バケモンやから。もうどう考えても。あれ動いてんだよ俺。めちゃ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 動いてるから。悔しがるのやめて。ほんまに怖いから。そんな仲間誰もおらへんねんな。もう両親も人間に殺された。そうなの。食べてへんやろな。お前食べてない。食べてないねんな。それはさすがに両親は食べませんや。なんやねんお前。どうもかまいたちです。お願いします。頑張っていきましょうよ。あなたが好きだから。誰一人求めてないですからね。やめてくださいね。試しにやってみたんです。そうですね。頑張っていきましょう。はい、頑張っていきましょう。あのね、学生時代にね、うん、まあ、転校するってやっぱね、皆さん嫌やったと思うんですよね。嫌ですね。まあ、僕の友達も何人か いましたけどね。うんうん、で、やっぱそういう子だってね、特に親友とかに転校するって言いにくいんですよね。言いにくいだろうね。そうそうそう。ほんでね、ずっと黙っとったらその親友がどっかから聞きつけてやな。うん、聞きつけて。お前聞いたぞ、引っ越すらしいやんけど、ちょっと揉める感じのな。青春ですね。あれが青春やなと思うんですよね。おい、お前今先生から聞いたぞ。引っ越すらしいやんけ。俺？お前や。なんで知らんねん。本人転校すんの。転校すん。知ってんねん。やだ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 。ちょ、触んな。触んな。気持ち悪いな、お前。もしもし、お母さん。確認取らんでんねん、お前。晩ご飯何？何の確認やねん。なんで今晩飯の確認する必要があんねん。え？知ってんねん、本人は。知ってんの。引っ越すらしいやんけ。しょうがねえだろ。しょうがないって、お前どうにかならんのか。
ちょっと聞いてみるよ。え？もしもし？うん、そうそう。うん。あ、ほんま？あ、じゃあそれで。はーい。なしで。なるかお前。家族の一大事、電話一本でなしならんねん。晩ご飯なし。晩ご飯かよ。晩ご飯。いつまで飯の話してんねん。お母さん晩どっか出かけんのかな、今日は。今日はやれよ。もうやれよ。引っ越すよ、お前は。引っ越すことになったよ。言い出すの遅すぎるやろ。でも心配すんな。え？学校自体は変わらないから。ほなええよ、それやったら。ここええねん、それやったら学校変わらへんねん。ここ変わらへん。ええよ、集まってんのおかしいやん、俺一人で。学区が一緒なんだ。ええやん、だから。学区一緒やったら変わらへんやろ、学校。学区ギリギリのとこに。ええやないか、お前。しつこいな。学区ギリギリ。変わらへんやん、それやったら。お前ほんならここ住んでて、俺がもともと学区ギリギリのとこ住んどったら、お前ここ引っ越してきたら今までより家近なって仲良くなれるやんけ、お前。そっか。ええや。何してんの、遠いとこに引っ越せん、遠いとこに。遠いとこに引っ越すことになったよ。なんで黙っとったんや。お前に関係ねえんだよ。関係ないってお前。俺ら親友やろ。親友や思ってた。痛い。我慢せえ。我慢をせえ。痛い。痛いやないねん。ちょっと先生。先生に言わんとて、ね、怖いから。日直黒板消してません。何してんの。今どうでもええやろ、日直なんか。熱い話してんねん。熱い話。斎藤どないすんねん、お前。斉藤お前のこと好きで、お前も斉藤のこと好きやったんちゃうんか。斉藤はお前が幸せにしてやってくれよ。斉藤はお前ないとあかんねん。お前にだったら任せれるよ。斉藤校長は校長先生なんで俺校長任されなあかんの。ああ見えて甘えん坊だから。気持ち悪いやろお前。甘えん坊の校長気持ち悪いやろ。よく見たら全校朝礼の時とかも甘えてきてるんだぜ。どういうことやそれ。こら、そこちゃんと話聞きなさい。意見ある先生やんけ。気持ち悪いね。一人うわいやないねん。熱い話やでねん。部活ないすんねん。ほんなら一生懸命二人で頑張ってきた部活は。部活は向こうの学校にいても続けるよ。一緒に頑張っていかれへんやんけ。だから次会う時は対戦相手としてサックス吹かしてもらうぜ。吹奏楽部な。いやもうなんかサッカーとか野球とかさ、その体育会系のやつか思って。楽しみにしてるぜお前の、トライアングル。俺めっちゃしょぼいやん。俺だけトライアングルな感じ。何してんのそれ。いやトライアングルの唯一穴開いた部分カチカチせんでええねんお前。こうなってるとこ棒通らへんねん。どうしてもそこ細かいねお前やってることが、うん、お前一番嬉しいねお前。最後なほんなら引っ越し当日電車乗っとったら見送りにはけえへん言うてたら新宿がバーッと走ってくんねん。おーいおーい、向こうの学校行っても頑張れよ。おいおいおっおい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 、向こうの学校、向こうの学校、こっちこっち、おいおいおい、こっち、向こうの学校行っても、おいおいおい、こっち、向こうの学校行っても、向こうの学校行っても頑張れよな。なんで見たやろ今、目合ったやろ今。おいおい、こっち、おい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 、こっちや、こっちも、向こうの役員でも頑張れよ。向こう、なんですよ。
ー